休憩前に引き続き質疑を行います。それでは伊坂委員。えっと先ほど午前中の説明とネトミ委の質疑の中で、あのいわゆる考え方の問題というのはね、あのだいぶ整理をされていると思いますので、具体的な点でね。 あの何点かお聞きしたいんですけど、1つはねあの、そもそもこれ、コミュニティ条例ができて、数年経って、今度、改正で,で、改正の目的は、ね、趣旨のところに書いてあるように、1、えー、つは、戸、えー、建て住宅の宅地開発を制度の対象にすると、これ、1つですよね、2つ目に、えー、地域と、ね、事業者がより早期に協議する仕組みを作ると。 これ2つ目ですよねこうあるんだけどもあの最初の条例が制定をされて今回の改正に至る経過とこの2つの,じあの理由で改正する動機ですよねそれは何なのか簡単に説明してもらえますか山村部長、はい、あの前,回前回というか現行の条例における連絡調整制度から今回の改正に の理由というか経過ということについてのご質問でございます、えー、あの現行の制度特にあのやはり地域コミュニティに非常大きな影響を及ぼすマンションに関してまずはあの現行制度においては、えー、地域と事業者との協議を 円滑に進めるための契機とするような形の制度的バックアップということで現行条例連絡調整担当者制度というのを設けさせていただいておりますこの制度についてはちょっと長い説明で恐縮でございますけれども連絡調整担当者いわゆる地域と事業者との 自治会の加入等に関する窓口となる連絡調整担当者というのを事業者の方で選任をいただきましてその氏名と連絡先というものを京都市の方に届けていただきますその上であの開示請求を地域の方からしていただいてその情報をもとに地域の方から事業者の方にその協議について連絡をして協議を進めていくというそういう制度にのっとってまいりましたまあ、一定あの この制度の趣旨と周知について広がってきておりまして今もある程度開示請求ということも出てきて協議が進んでいるところでございますけれどもそういうのを踏まえまして あのこの間あの制度に当たりましてあの地域からのヒアリングと事業者とのヒアリングをさせていただく中でやはりあのちょっと地域の方からはかなりこの制度のちょっと煩雑さというのも言われておりまして一つできればもう事業者の方からまあ地域の方に連絡を取っていただくのはありがたいなという声もありましたし。 そういうことも踏まえた中で今回はあの特に大きなところ地域コミュニティに影響の及ぼすようなかなり規模の大きなマンションであるとか宅地配活につきましては事業者の方からあの連絡を取っていただいてタイミングよく円滑に進めるようにしていただく方がいいのではないかということがまず1点でございますそれからすいませんちょっとかぶってしまいましたけれども一定マンションの方でそういう風な運営制度はある程度運用円滑化していく中で一つこれは当時のあの 条例制定の際でも付帯決議等でもちょっとご指摘もございました、宅地開発についても一定制度整備の中で進めていくべきだというふうなご指摘、ご議論をもらいまして、ちょうどそのタイミングとして、そろそろ宅地開発についても制度を作っていこうというふうなことは必要かなということで、今回の制度改正の条例の方にまで至ったということでございます伊坂委員。まあ、続めて言えば その地域の方からその申請をして、連絡係とやり取りをすると、もうこれも煩雑なんで、もうストレートに事業者の方から地域の方に声をかけれるようにしてほしいと、これで早くできるとまあいうことだということですよね。そうなったときに、説明でありますけど、特定共同住宅、3階建て以上、15戸以上。 ね、の連絡調整のところでえ10ページにありますけど改正前と改正後でねでパッと見たらあの建築確認申請の20日までの改正前がえ建築確認申請の日までにとなってえらこれ早いんじゃなくて、ね、遅くなってるんちゃうかというふうに見えるんだけどもこの改正前と改正後で何がどう早くなるのか。 これも簡単に説明してもらえますか山村部長はい、あの改正前と改正予定後におきましての連絡調整のタイミングの関係についてのご質問でございます、えー、先ほどもちょっと述べさせていただきましたけど現行制度では特定共同住宅を新築するものは 建築確認申請前の20日前までにあの窓口というのは連絡調整担当者の氏名と連絡先を本心に届けていただく義務ということでございます20日前までに届けていただくんですがその後先ほど申しましたように 地域の方から開示請求といいう手続ききを行っていただきますその上で京都市の方から開示請求に基づいてその連絡調整担当者を地域の方にお知らせするその上で地域の方から事業者に連絡を取って協議に進んでいくと,ちょっとかなりの,そのプロセスを踏まなければいけないということでございますが。 先生のもあも逆にご説明いただきましたように、今回の制度改正においては、事業者の方からもうダイレクトに協議の,の方に行っていただくということを、完易確認申請前に行うということでございますので、実質的には協議が早期に進むものではないかというふうに考えているところでございます伊坂委員、まあそういうことですよね、だからもう、煩雑さがなくなって、しかも早く調整ができるということだという,う理解をしたんですね。 で同時にあの同じような形で、えー、特定共同住宅以外のところもそういうふうに読めば改正前と改正後で早くなるというのは、ね、よくわかるんですよね。でその上でもう1つの,、ね、あの住宅地の開発に伴う件ですけどあの新たに対象になる、ね、住宅地の開発行為ということで1000平米 以上と未満というふうにしているんだけどその、ねその、そこに基準を置いている理由ですよね、それと以上と未満のところであの進め方が、ね、違うんだけども、それはなんでそういう進め方の違いが出ているのか、ちょっと分かりにくいんで、簡単に説明してもらえますか。山村部長 はいえー、特に宅地開発、今回新たに制度を作るところにおいてのいわゆるあの、えー、すべからくあの事業者の方が連絡調整をしていただければならないという部分とそれ以外の部分とについての区分けについてのご質問という,ふうに理解しております。ま、え、ま、ー、まずあの、えー、宅地開発ににつききしして今今ご指摘いただきましただように今回 地域コミュニティに相当の影響の及ぼす宅地開発ということで1000平米を方法メートル以上の開発許可を要する宅地開発というふうに切り分けさせていただいております。あの ある意味、あの今、特定共同住宅、あの13階建て以上かつ15戸以上というところに対して、今の連絡調整担当者制度もある程度の義務付けをさせていただいております、それとのある程度の,ちょっとこのバランス感覚というのも必要かと思っております。その意味では、えー 1000平米以上の宅地開発というものについては、えー、おおよそ78個ほどの、えー、宅地、えー、ごめんなさい部住宅が建つように考えておりますそうなるとある程度地域コミュニティにとっての班であるとか組であるとかそういうふうな構成単位になるということともう一つはマンションの場合はあ,のある程度その出入り口が一つということで地域との,その密度の関わりがえということを考えますと 1000平米以上の宅地相当の規模感とそれから祖周辺の宅地との,あの、えー、関わり合いというところではやはりこの78個というレベル1000平米以上というレベルはそれなりの地域コミュニティに対する影響度が大きいというふうに考えておりますそれともう一つあの開発の許可制度の中においてはある程度あの500平米以上が開発許可というふうに基本的になるんでございますけれども1000平米以上のものについては例えば宅地開発要項ということの適用にもなりましてより地域 地域との関わりあるいはその、えー、宅地開発の、えー、より良い宅地開発になるというふうなことも定められているそういうことも踏まえながら、えー、今回は切り分けを1000平米方メートル以上の宅地開発の許可を要する方法というふうな形に義務付けをさせていただきました一方あのそこに満たない場合についてはあの全部をこの、えー 協議の対象にするということになると、やはり事業者、あるいは地域の方のご負担もあると思いますので、その部分につきましては、地域からの申し出がありまして、それについて、京都市としても、やはりそれは連絡調整をする必要があるかなというふうに判断をさせてもらって、通知をしたものについては事業、事業者の方に連絡調整を行っていただくということを、ある程度そういう意味では補完的な形での制度設計をさせていただいたということでございます。伊坂委員 まある程度言えば、あの開発してできた住宅地のところの規模によってあの対応の仕方を考えているということだけども、あの読み込めば、1000平米以下のところは地元、地域から申し出をすると、1000平米以上のところはもう事業者が動くと、結論的に言えばどちらも事業者の方が動いて、 連絡調整の仕例えばそういうふうに理解をした上で、あで規定整備の中でね手続き条例の適用条外っていうのがあって最初読んだ時にねあれと思ったんだけどその行政あの京都市の行政手続き条例でその弁明の機会の付与を与えるという、ね、不利益処分にかかる手続き ですよね、つまり、弁明の機会を与えるということについては対象にしないと、えらいこれ、なんか、接種の話やなというふうに、読む限りでは思うんですよ、だから条例でやっている限りは、なんらかの法的根拠があると思うんだけど、でこれをその適用しなくていいという法的な根拠ね、これ、分かりやすく説明してもらえますか。山村部長 はいえー、いわゆるあの行政手続き法手続きで言いますあの不利益処分に対する適用除外ということについてのご説明でございますちょっと複雑なことであの分かりやすく申し上げられるかどうかはちょっとあれですけれどもあの特定共同住宅以外の共同住宅先ほど言いました、えー、それとか1平米未満の開発許可の宅地開発につきましては地域からの申し出があって 市長が認定した場合にということでございましてこれはあの京都市の行政手続き条例においてあの不利益処分ということについての定義がございますけれどもあの行政庁が条例等に基づいて特定のものを名当て人として直接にこれを義務化を課す処分ということは不利益処分ということでございます。あの ある一定の要件を全てにあの適用するんであればこの状況は適用されないんでありますけれども今回のように一定のものについてあの必要がある場合にえーな当て人としてえ義務を課すということになるとこれは不利益処分になるだろうというのがうちのちょっと法制化的ともあの見解協議をしたたくの見解でございます。そのののためめ我々今制度の条例上ににおいてはは市長の認定をしようとする時にはあらかじめ 事業者の意見を聞いた上で判断するということも条文上に入れておりますのであ,のあえてあの行政手続き条例で言いますあの機のの付与等の弁明の機会の付与等の手続きとこれは同等とみなせるだろうということでそこの行政手続き条例にまでは進まなくてもいいですよということをこの条例の中でうたっているという趣旨でございます。伊坂委員だから 市長が必要性を認定する前の段階で事業者の意見を聞くからそれはイコール弁明の機会を与えてるということになるんでこの場合には適用除外とするとということでそこでしっかり意見を聞くということになってるんだけどまあ気になるのは別に事業者のだけの見方をするわけじゃないけど最初にあの意見を聞いててもやり取りというか進行していく中で何らかの あの変更が生じた場合には、ね、事業者の方の意見もどこかで反映するようなことをしないと最初聞いてるから、ね、もう聞く耳持たずということでは、ね、あの行政の公平さっていうのはできないんじゃないかと思うんでそれは、ね、きっちりやっていただきたいという,ふうに思います。で最後根本、ね、の,の問題ですけどあの前回 パブリックコメントの時にも、ね、私、意見言いましたけどその条例の目的はすべからくその自治会の衰退に対して危機感を持っていらっしゃる、ねね、自治会の会長さんとか関係者の皆さんからすればマンションがどっと来たり、ね、宅地がどっと増えたらもうぜひこの人らに、ね、自治会に入ってもらってで一緒に、ね、力を合わせて頑張りたいという。 思いがあるわけですよねだから自治会加入の促進というのがこの条例のもう背景にあるんだけどもその気持ちは分かるんですよ。私もあの会長とか田中の役員やってるからよく分かるんですよね。でその上でねその憲法を持ち出すほどでもないかもしれんけどあの結社の自由でいろんなところへの加入の自由っていうのはね憲法の人権にも保障されてることなんで。 それを踏み越えて、ね、加入の強制になったらあかんというふうに思うんですよね。だからあくまでも連絡調整でお互いにあの腹の内を出し合って話をしてねで、加入の促進になっていくという方向で行政がしっかりとそれをフォローしていくということだと思うんですよね。だからこの条例を錦の御旗にしてね、もう新しく来た人は、ね、加入しないとダメなんだよというふうにしたらあかんというふうに思うんですね。 でその辺の立ち位置は大丈夫ですか山村部長、はい、あの今回の制度改正においてその自治会の加入に対する、えーまあ、立ち位置と申しますが考え方についてのご質問でございます、えー、やはり地域住民が支え合って安心して快適に暮らすことができる地域コミュニティの実現のためには多くの方々の地域参加がやっぱ必要であるというふうに考えております 自治会町内会を中心として、えー、さまざまな活動を通じてやっぱり人と人とのつながりづくりが大きな役割を果たしているということでやはりそういうふうな自主的な地域活動を本市としても事業者としっかりと連携しながら地域に寄り添いながら支援することが大切であるというふうには考えておりますもちろんあの自治会町内会にの加入については強制されるものではないとは思っております ただ、えー、昨今の住民の高齢化災害時などの安心安全の関係を考えますとやはり隣近所の助け合い,合い支え合いというものが非常に必要になってきているのも事実でございますその意味で自治会町内会が担う役割というのも非常に重要になってきているというふうに考えておりますそのような自治会町内会の意義も丁寧にお伝えしながら多くの住民の皆様が参加していただくことによって 顔の見える安心安全な地域コミュニティが実現になりますようにこれからも地域活動をしっかりと支援してまいりたいというふうに考えております。はい、えー。それでは青の委員、じゃお願いします。えまあ、午前中の渡辺委員の質疑、また今い坂委員のですね質疑、あの私の聞きたいこともほぼお二方で。 満た改めてですね、現行制度、マンションを対象にして取り組みをされて、今の質疑でもありましたけれども、住民の側からこの制度、煩雑さが一つの課題であるとか、そういうようなことも踏まえて改正し、そしてまた対象を広げると、こういうことでございますけれども、改めて、 まあ現行制度のですねに対しての,この課題も見えてきましたけれども、成果というか、効果というか、それに対しての評価はどのようにされてますか山村部長。はいえー、いわゆるあの打ち込み条例が制定されてからの、この一つの目玉でありました、連絡調整制度に関しての成果ということについてのご質問でございます。 青野議員の方からも何回かこの関係についてのご質問をいただいておりまして、はい、ちょっと今回はある程度、これまであの連絡調整制度を利用した方、あるいは利用されなかったところについての、全、まあ、件ではございませんが、一定のちょっと調査をさせていただいたので、若干ご報告申し上げたいと思います。えー、特定共同住宅、やはり地ミュニティに影響が多いんで、ここについての部分を中心に行いましたけれども、 おおむね全体の3分の1程度、やっぱりこの連絡調整、連絡調整制度による連絡調整担当者が開示されることで、実際にその競技状況まで進んでいるというのは、その3分の1の部分の中の3分の2、約6割以上のところは、実際に協議まで進んでいるということは、大体、稽古としてつかめたところでございます。それと あのこの開示請求はしておりませんけれども、いわゆる特定共同住宅の中高層条例に基づきまして、地域との説明会等を行うとか、説明するというところも義務付けされているところがございます、あるいはその制度のおきっかけとか、直接もあの開示請求をせずに、地域の方々がもう会社とか管理会社とかに話をされているというふうな例も、おおむね3分の1ほどあるかなと思っております。 ある意味あの、この制度をなんとか周知しまたあの議会からのご指摘も受ける中であの建築情報の提供とかする中で、えー、周知とそれから利用というのが増えてきたということもこういうところからも言えてくてるかなと思っております一方、やはり残りの3分の1はあまり動けていないという状況もある程度つかめたかなということでございまして、まあ、今回、こういう,ふうな特定共同住宅等につきましてはある程度もう、も 全権について一定協議が対象になるということもございますのでそういうところについても今後協議の対象になって加入あるいはま自治会の意義の方の,あの周知とかの方にもつながっていくのかなというふうに思っております。あとあのちょっと詳細はあれれででございいますけれどもいろいろ聞いている中であの やはり地域としていろいろこのバリエーションに応じながらいろんなこうあの工夫をされてこう取り組んでおられるデーというのもそれなりに出てきておりますのでまたそういうこともあのちゃんと事例収集してノウハウを共有化するようなことも今後進めていけるかなというふうに青野委員あの元の、ね、この条例のコミュニティ活性化推進条例ね これができる背景というのはもうまさに地域の市民の皆さんのこのコミュニティが崩壊するというのはね特にマンションが当時課題にもなってましたからそれをなんとかというそういう思い願いそういうようなものが根底にあってそこでまあさまざまワークショップを重ねてですねいろんな意見を集約して形になったそのコミュニティ活性化推進条例の一つのこの具体的なね 取り組みとしてこの連絡調整担当制度っていうかねこ、まあこうようなものをまあ制度化したわけですね、まあ、そういった意味ではあの、まあ、当初の目的がねしっかりとこの遂行されてるか、まあ、そういうようなものは、まあ、しっかり見ていく必要があるだろうなということで、まあ、成果はどうなんだということを、ね、お聞きをしたわけでありますけれども、まあ、最終的にはそれはあの強制をねしていくものではないけれどもしかしそのことによってあ あの自治会に加入していく地域に参加していくということは大事だなということがまあ浸透していってですねでいざという時のまあ災害対策あるいは防犯対策にもねつながっているんだとまあそういういわゆるこの市民の中にまあ浸透させていく一つのまあ環境づくりのね大きなまあ武器であろうなと思いますまああの今のお話聞いているとまあじわじわとですねこの浸透してきているとそのためにはやっぱりさらにね あのその地域にかかっているまあ午前中もありましたけれどもそこにかかっている町づくりの,えその推進委員ですかとかあるいはまあ時計なんかともねいろいろ連携しながらまあそういう環境づくりやってこられたということでまあそのことは大変ねあの評価してますしそれを生かしてまた課題も踏まえての今回の改正ということでありましてであの私も一番危惧していたのはこの運用がしっかりできるかどうか。 この条例がね、制度が実効性あるものになるかどうかというのが大変危惧しておりました。それはトミ委員が午前中、まさにそのことをね、聞いていただいて、私もあの、本当にまずは事業者、ここをしっかりご理解いただくことは大事だろうなということで、まあ、そういうやり取りもね、ありましたので、まあ、それはそれであの、そういうことだと理解しますけれども、まあ、もう一つは、やはりその結果をね、しっかりし 追いいいかけていくっていうかこの取り組みがその当初の、ね、目的にこの届くようなこう京都全体がねこうなっていくかっていってるのかということはやっぱりきちっと追いかけていくべきだと思うんですねだからマンションの時に私一回指摘したことがあってなんかこう、えー、連絡調整担当者とね地域がつながったとあよかったなとあともほったらかしみたいなねことも あったように思います、まあ、その後、いろいろそういうことも改善されてきたんですけれども、まあ、今回、新たな制度の中で、いわゆるその進捗というか、その事後ですね、その事案がある、そこでいろいろ取り組みされる、その後のやっぱりこの追いかけて検証していくというか、そういうことも大事だと思うんですけれども、そういう取り組み、そういう考え方については、どのようにお考えですか。山村部長 制度について実際にその、えー、マンションあるいは開発の方の地域と事業者がどのような進行をしているかということについてのお担当でございます。あの今回もあのいろいろと過去の例とかを調査してまいりますと、やはりあの特に大きなところ相当規模のところについては。 結構最初の協議から実際に加入の方の手続きとかそういうところに至るまでそれなりの長期のスパンの中で取り組んでいることが多いなということが改めて認識した次第でございますまあ、その中でいろいろご工夫も重ねながら何とかそこに至ったというこう右を曲折しながら言ってる例もいろいろ聞きましたのでやはりそういうところについて我々もあのしっかりとあの後多いと申しますがやはりこの最初の 特に当初の段階とかにおきましてはどういうふうな流れの中でこういう課題があってこういうふうに進んでいったかというのもちょっと把握いたしましてそういうことをきちっと共有していくということは非常に大事だと思っておりますあのできる限りそういう形での後追いと申しますかこの状況についても確認をしていくことが必要かなというふうに青野委員この制度はですね大変手間のかかる私制度だと思いますできたからいうてね仕組みできたから勝手に動いていくものではなくって 本当に手のかかる、まあ、でもかけた分だけですね、まあ、あとあの時短どうなったかなとどういう課題があったかなと、まあ、そういうことをしっかりと検証しそして記録に残して、ね、それが一つのじじ事例の積み重ねで、まあ、新たなまた、まあ、まさにあの地域によって事情がさまざま違いますから、まあ、そういうものに応用できないか、まあ、そういう一つの、ね、大事なそのー、まあ、データというか蓄積になっていくと思うので。 そういう視点もしっかりとこの制度運用の中でね、そういうものもしっかり構築をしていっていただきたいと、まあこういうふうに思います。まあそれで終わります。はい、えー、菅谷委員、よろしくお願いします。えー、っと私からは、まああの前回の常任委員会で、えー、事業者側の負担がああまり過度にならないように。 というようよな要望というか指摘をさせていただいておりましてえ今回の条例改正でえ連絡調整担当というもので事業者からその届出をしてもらうとそれがまあ建築確認申請の前までに届け出をしなければいけないので事業者というのはおのずと固定されるんではないかなというふうにあの懸念をしていたんですけどもこれ、条例改正にあたってそこら辺の整理まとめというのはどういうふうになりましたでしょうか。 山村部長、はい、あの連絡調整担当者の事業者側の主体となる、えー、事業者ということについてのご質問でございますあの今先生もおっしゃいましたようにやはりこの連絡調整というのは地域と事業者との間で実際に効果的こう意味のあるあの協議をするというのが当然前提になっておりますので当然事業を一定主体的に統括している 事業者ととということになると思っております今回あの制度の改正の中で特に特定共同住宅と1,000平米以上の開発許可の宅地開発については建築確認申請前とそれから宅地開発の許可申請前に地元に協議に行っていただくという制度設計になっておりますのでその時点においてはやはり主体となるのはいわゆるあの建築を。 新築を行うもの、あるいは開発を行うもの、いわゆる建築主、開発主ということが主体になるというふうに考えております。 ただしあの正直、今でも建築確認申請と開発許可申請のところでもあることでございますけれどもやはりそこについてはあの一定、例えば将来販売をするような会社様がもうすでに建築主である場合もございますしそういうふうな意味では実際にあの事業をコーディネート統括するような方々が代理とか受任という形で受けるということも可能やと思っておりますのでえそういうふうな制度設計をしになっているということでございます。菅谷委員 なのでまあ、建築主に限らず、まあ、その代理とか受任とかそういった制度をまあ活用してもらったら、えー、必ずしもそういった一、えー、事業者の、まあ、特定の部分の人たちだけがこの届け出をしたりとかっていう仕事が増えるというわけではないというふうな理解をいたしましたで、それはまあさっきの常任会で質問したので今回はあの住民側の方についてちょっと質問したいんですけれども。 えと条例でいうと、えー、地域自治を担う住民組織というのがまあ条例上定義されているんですけれどもこれは具体的に誰なのかというところを教えていただきたいんですよ、あのー、事業者側はまあ届け出をさせるので、まあ、もう、えー、分かりきってますよね事業者というのはこの地域自治を担う住民組織というのは具体的に誰になりますでしょうか。山村部長 はい、いわゆる地域側の協議の主体となる地域自治を担う住民組織ということでございますあの正確な定義というものでは地域コミュニティの活性化推進条例の第2条の第3号に書いております地域自治を担う住民組織ということでちょっと読み上げということで恐縮でございますけれども地域の自治を担う団体で 地域活動に取り組むことを主たる目的として自治会、町内会その他の地域住民が組織する団体により構成されおおむね小学校の通学域を単位とする地域で活動して多くの地域住民に支持されているということでございますが、まあ、いわゆるあの平たく申しますといわゆる自治連合会でありますとかあの、まあ、そういうふうに学校を代表するあの地域の組織というふうなことが定義ということだと考えております。<laughs> 菅谷委員あの、議案説明資料の注意書きのところにはですね、えー、学区自治連合会等の地域の自治を担う団体各校、まあえー、先ほど今ご紹介されました条例第2条第3号というところ、まあ、これを皆さんそういうふうに解釈をされてると思うんですけども僕もあのこの条例の第2条を見てるんですけれどもね先ほどのあった、えー、この4つ 要件を備えているものを言うという定義なんですけれども、これは4つの定義をすべて備えているものが、地域自治を担う住民組織というものなのか、この4つのいずれかでも満たしていれば、地域自治を担う住民組織になりうるのかというところは、どううでしょうか山村部長。 はいあのー、我々でいうこの地域自治を担う住民組織というものが今言われましたこの私が読み上げました部分を基本的に満たしておる団体ということでございます、はい、菅谷委員全てですか一つですか一つでもですか山村部長失礼いたしました4つとも満たす団体ということでございます菅谷委員そうなってくるとちょっと不可解なのが、えー、っと 先ほど読み上げてもらったところの一つ「まあ、う」なんですけれどもおおむね小学校の通学区域を単位とする地域において活動するものであることというものなので学区単位になりますよね。そうなってくるとおのずとあの候補として挙がってくるのって、まあ、この議案説明資料にあるような自治連合会とかあるいはまあその自治連合会がないところだったらまあ社協さんとか。 そういったところに限定されるようになると思うんですけれどもそうなってくるとですねそういったところのトップの方々だけにやはりご負担がいくんじゃないかなというふうに思うんですそういうふうに懸念をしてしまうんですけれどもそこら辺はどうでしょうか山村部長。はいあのー ちょっと条文上の書き方ということもございますのでこの代表的なこの地域組織を代表する団体ということでの書き方になっておりますちょっと実務運用という言い方はちょっとあれかもしれんのですけど実態問題として我々は考えておりますのはあの あの今回これも法定制度ではございませんけれどもこの制度の適用にあたりましてあの事前にあの事,業事業者様と地域自治の間でもある程度その事前協議みたいな形をしておそらく事業者の方もあの地域に入られる際にど,どこに行ったらええかなというのは多分悩まれる例もあるかなというふうには考えております。そのの時に我々の方はあのちょっと 区役所を通じながらその自治連合会長であるとかそういう方々にちょっとコンタクトを取りましてこういうふうな事例のところについては地域としてはどなたにつなげば一番これが効果的な協議につながるかということのちょっとご相談をさせていただこうかと思っておりますその中で例えばやはりこれはあの規模の大きさとかちょっと町内会をまたぐような案件であるとか一町内会ではちょっとしんどいなということであれば 今、先生が言われたような自治連合組織の方が担当することが効果的な場合もございますしあるいは、そこはあの慣れておられるところもあって規模的にも町内会の中で対応が可能やということであれば自治連合会長からのそういうふうな調整の中で町内会長がやられることも可能やと。 だからあの先ほどのちょっと事業者の方は代理、受任ということを申しましたけれども、法定制度という意味合いとはちょっとあれかもしれませんが、自治連合会長、あるいは地域の中でそういうふうな担当者を決めていただくということは十分可能やというふうに考えております菅谷委員、わかりました、じゃあ運用上はまあもその柔軟にまあ自治連合会長一任というかそ、そこだけが判断するものではないというようなご答弁だったと思うんですけれども、そこは自治連合会まあとか、社協さんとか、そこを ワンステップ踏まないといけないものなのかどうかというのはちょっと分からなくてあの、まあ、区役所なり文化市民局さんのとの判断等で、まあ、これは別に自治連合会の範疇じゃないというかもう少し小さな組織町内会とかで、まあ、判断対応をしてもいいものではないかなというそういう中ワンクッションワンステップを抜くことは難しいんですかね。山村部長 はい、えーまあ、いわゆるあの我々の調整とちょっと違うところでの動きということのご質問かもしれませんけれども、あの確かにあの正直、あの動く中で、もう実際にも町内会長ベースでやっていったらいいですねと、例えば1回そういうふうな地域の中でそういうことがあった場合は、多分自治連合会長も、それはここの町内会長に任しといたらいいですよねとかいうふうな事例がどんどん出てくると思います。ただあの当初ののの設計の段階ででございますのでちょっと ある程度あの、ちょっと関わりすぎなのかもしれませんけど、やはり円滑な運用のところにおいては、あのそういうふうな自治連合会長さん、やっぱり地域の事情を総括的に分かっておられる方に、ちょっとご相談するのは、やはり一番あの、かえって効果的、円滑にいく可能性もあると思っておりますのと、あの実際にこの制度の,あの設計の際に、 かなりあの自治連合会長さんにいろいろとヒアリングをさせていただいたら、わりかしその自治連合会長もまあそういう案件やったらちわしと言がつなぐとか、ちょっとわしとで聞いて調整するわという声もかなり多かったこともございますので、ちょっとお便り申し上げたあれなんですけど、そういうところも含めてということでございます、ただ、制度がだんだん習熟していく中では、そういうふうな可能性も、それはもちろんあるかなと思っております。 菅谷委員分かりましたあの一方で、まあ、そういうお声もあると思うんですけども一方で、まあえー、数少ない、まあ、知り合いのそういう自治連合会の会長さんによるとです、ねまあ、あんまりこう負担が増えるのはちょっと勘弁してほしいというような声もあの聞いていますので、まあ、自治連合会の会長さんってそれ以外の業務とかもたくさん抱えておられますのでそこら辺は負担がなるべくいかないようにしていただきたいというふうに思いますのでどうかよろしくお願いいたします終わります。 えー、他にございませんかはい、えー、井上議員。すみません、あのー、この107号やり取り聞いてましてあの、自治連合会っていう言葉でずっと議論されてますね。であの、自治会連合会いうのがあるのをご存知ですか、学校によったら。そしたら、あの、 <laughs> 自治連合会で統一されてしもたら、自治会連合会で言いうてる学校はどないなるんでしょう。山村部長 大変失礼いたしました。ししま先生のおっしゃる通りでいろいろ名刺はございますあの私の言い方が悪かったと思います各町内会自治会を統括しているといろんな言い方としておっしゃるように自治会連合会という言い方もあります自治連合会もあいますあるいはあのそういうような自治会連合会以外の各種団体の中で例えば社会福祉協議会がある程度地域の統括をしている場合もありますし住民福祉協議会というふうな形で統括されている統括という言い方ですね。代表されている場合もございます。あの、 あの私の言い方はちょっとあれでしたですけれどもあの、全体的にそういうふうな地域を代表する、先ほどちょっと4条件を申しました、そういうことを見たいしている団体という趣旨でございます、大変失礼いたしました援委員。こ今<因>までにもあのそういう資料あの、ずっと見ててもあの、自治連合会でずっと書いてあったんで、ちょっと違和感持ってたんですけど、これね、すみません、自治連合会の間に、 かっこでもい,いし書てて入れてもらいしませんかそしたら自治会連合会で呼んでる地域はあかかいうち,うちの方やなとか <laughs> いうふうになると思うんですけどそうか京都市が全て学区は自治連合会にしてくださいと統一をされるその時ははんこやら何かい全部自治会で言うてるとこはあのやり返せんなのでそれぐらいちょっと補助をしてあげてもうてですね 統一するとか、そうか、今の自治会、連合会、会がついてるとこあるのをそのままで行くんやったら、ものを書いたり言うたりするときは、括弧書きの会が入ってる方がえい,いんじゃないかと思うんですけど、よ,よ,よろしくお願いします。山村部長、はい、あのすいませんちょっとと私のの表現とかあの書きの 問題があっったという,ふうに解釈を思っておりますあのこれからあのマニュアルを作るとか、いろいろ周知の案内とかもさせていただくときは、十分気をつけまして、あの何も自治連合会とか統一省というふうなあの思いを持っているわけでございません、各地域それぞれにこういうふうな団体がきちっとした名称の中で活動しておられるということは十分にしておられます十分それを踏まえました表現にさせていただきたいと思っておりまます失礼いたしましほ、はいえー、他にございませんか。 なければ次に議第119号、元利休二条城修理工事、本丸御殿玄関御所院およびおつね御殿修理工事請負契約の締結について質疑のある方は挙手を願います。そそれれででは赤坂副委員長。えーそれでは 私の方かからいいくつか質問させていただきます今回のこの工事、対象が二条城ということでございますが、この工事の財源構成についてはどうなっているのか、また、対象はです、ね、どれも既存の、先ほど説明には第二期修理計 修繕会計画ですか、まあ、そういう中身にあった、あるというふうにおっしゃっておりましたけれども、この間の災害復旧工事との関係はどうなのか、えー、教えていただきたいと思います。西山担当部長 はいえー、とまず今回の工事費ですけれども、二分の1、2約二分の一が国からの補助が出るという予定で、あと残り二分の一の方はは、開、え、始、ー、の方で持っております、基金との活用をしていくという形では予定しております、それから、えー、と今回の工事の内容はあの、先の台風での被害というのは含んでおりません、当初、二条城、まあ、あの本丸御殿とか、今後やっていきます、日本丸御殿とかの修理計画の中の一環ということで、今回 本丸御殿の方の改修ということで思ってという形の中身になっております。赤坂副委員長あの記述上のことで、ちょっと教えていただきたいんですけどね。これ、あの説明資料のところにおつね御殿修理工事とおつね。御殿および取り合い、廊下と付属米の保存修理というのと2つあるんですよね。上の方の表題のところにはそういうのはあの。 追加の部分は及びが以下はついてないんですよね。これ、同じ意味なんですか。西山担当部長。すみません、えー、っと、あの表題の方は少し短く分かりやすいように、主なところを下げさせていただいてもろんでございます。あの正確な部分は、あの工事の概要のところに上げさせていただいてます。取り合い廊下とか、付属米とか含んだ形での工事範囲やということで、ご理解いただきたいと思います。赤坂副委員長。 そうしたらあの今回の工事のいわゆる大きな図面はあるんですけどもあのできたら工事図面の対象区域の図面をです、ね、個人資料でいただけませんでしょうかあとでお諮りいただきたいと思いますそれからあの契約にておいてですね一般競争入札としておりますけども、まあ、もうすでに仮契約もなされているということで、えー、これはどういうことなのかまた入札結果について どういうことになっていたのか、これも資料提出を求めたいと思いますが、まずご答弁いただきたいと思います西山担当部長。すで、はい、にあの工事の方の契約に関しましては、あの広告を出しまして、えーと、大きく2つの工事団体の方から、 えー、入札に対する応募がございました。その中で今、あの工事の金額の少ない、あるいは経験のあるという形での工事会社の方うに今仮契約という形で結ばさせていただいている分でございます。えー、っともうちょっと,いでで、えー、っとあの契約んえあすいません でその入札を行った結果、えー、改札をこの8月の27日に行いまして、えー、仮契約をしているという状況でございます。赤坂副委員長いやだからね、その仮契約はもう書いてあるから分かってんねん。なぜ早くそういう形で仮契約をまずやったのをここへ提案してくるのかということなんですね。で、えーまあ、私が推測するにはですね、 やはり専門的な技量と能力を持ってなかったらこういう文化的なこの遺産を継続するそういう大切な仕事ができないというふうに思うからまあ早めにそういうことがされたのかなというふうには思うんですけどもまあそこでねあの工事は11月着工平成34年末の計画でありますけどもまあこう特に 今回はは案件にに該当しししないといとう,ふうにお聞きしましただ、そういう意味では地元業者がこの仕事をしっかり取り組むことができるという点では私、安心をしましたし職人の伝統的な技術継承につながるようにです、ね、こういう手立ては今回の取り組みはされているのかどうかこのことについてこの契約の中身についてはどうでしょうか。特別な公共工事であり 専門的な技術が必要な仕事ということであり、一般的な仕事ではないということでございますので、その点踏まえてご、ご答弁いただきたいと思います西山担当部長、えー、失礼いたしましたあの、仮契約のことについてでございます。 あの一般的にこの工事、大きな工事につきましては、あの議決を得てから本契約をするというのが一般的でございます、そういった意味で、あの通常の手順の中で今回、今現時点では仮契約しているということでございます、今、議員の方からお話がございました、あの今回が分文化財の修理屋からということで仮契約をしているというわけではございません、そしてあの今おっしゃられましたように、この文化財を修理するということでの技術とかの件でございます。あくまでもこのの業者の工房 の告示の中でもですね、あの国宝とか重要文化財の修理をしたことがある業者ということで、すでにあの入札の時点でそういう業者というのを選定の中での条件をつけております。ですので、あの一般のこうビルとかが工事したことしかないというような業者はあの入札ができないというような状況になっております。当然あのそういった業者でございますので、業者の中でそういう国宝とか重要文化財、いわゆる文化財の修理に関するしっかりとした技術は持っておるということでもあります。 ますし選定する中で、過去の実績とか踏まえた中で、業者を選定しておりますので、確かな技術というものを持った業者であるということを確認しております赤坂副委員長。請、まあ、け負った共同の会社というのは、どちらも、まあ、伝統建築物の請け負い、実績があるというふうに今、先ほどお話がありましたけれども、これについての実績ですね、えー、資料として求めたいと思います。お諮りいいいたただきたいと思います、はい はい、西山担当部長あの分かりました、えー、過去の主な業績というものは資料でさせていただきます、それとあの最初にございましたの、工事範囲につきましては、一旦あのすでに、えー、とすみません、確認になるかもしれませんが、あの議員の方のあの説明資料という中の後ろに、っと地図はつけさせていただいているんですけどこれよりももうちょっと細かいものという感じですか。ちょっっとそしたら何か見つこってあの 失礼いたします、はいえー、ただいま赤坂副委員長から要求のありました、えー、仮契約を行った入札結果に関する資料と、えー、契約業者の実績については、えー、理事者は提出できますか。西山担当部長提出させていただきます、はいえー、提出できるということですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。 ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれては、なるべく早く提出していただくようお願いいたします。と他にご,ご,ございませんでしょうか。はい。なければ以上で、不、えー、託議案に対する質疑を終わります。次に、えー、報告聴取を行います。まずはじめに、NPO 法人が運営する、 小規模保育事業所における個人情報の紛失事案に関わる改善結果報告書の提出について中間報告の報告を聴取いたします理事者報告願います井上田地域自治推進室長着席して報告してください、はい、ありがとうございます、えー、それでは NPO 法人が運営する小規模保育事業における個人情報の紛失事案に係る改善結果報告書の中間報告についてご説明をいたします小規模保育事業等を運営する NPO 法人エンゼルネットに対しまして8月2日付で行った特定非営利活動促進法に基づく改善命令におきまして報告を求めてきました事項について法人から 8月24日付で改善結果報告書が提出されましたが報告を求めておりました4項目のうち本社の報告書類の修正・再生再提出総会運営の適正化法令遵守の3項目については改善されましたが役員体制の見直しにつきましては役員4名の全員の辞任が明記されているものの新たな体制の構築には至っていなかったため改めて 10月24日をを期限とししてて報告を求めておりました当該法人からは10月15日に開催する理事会において新役員を選任し速やかに結果を報告する旨の説明を受けておりましたので本日の委員会におきましてご報告する予定で調整を進めてきたところですが理事会において小規模保育事業の安定的な継続に向けた引き継ぎが不十分である等の意見があり継続協議となった旨の中間報告がありました。 このため今日時点における法人の対応状況及び本市の対応方針についてご報告をさせていただきます。それでは1現在の状況をご覧ください改善命令に基づく取り組み状況報告書におきまして理事長による虚偽報告に加えそのような報告を役員らが制止できず相互けん制機能が働いていなかったことを真摯に受け止め 当法人のような問題を踏まえ新役員はコンプライアンス法人事業所の適正な運営相互牽制機能を持つ執行体制という観点から非営利組織論を専門とする学識経験者を中心に保育事業経験者や地域活動の実践者会社経営者など 多様な方面の有識者が参画することによりまた弁護士による法令遵守の取り組み税理士による監査を行うことにより相互検証機能を働かせながら適正な運営を行っていくとされておりますなお役員候補者の概要は表のとおりでございます1000人前ですので具体名は記載しておりませんが役職等を記載しております2ページをご覧願います また新役員体制のもと法人事業所運営がより適切なものとなるよう理事会機能の強化が図られております一つ目が理事会の権能強化として総会で行っていた事業報告や決算の承認役員の選任解任役員報酬等の議決を理事会で行うこととされております二つ目は理事会開催の定例化として 理事会を原則として2ヶ月に1回を目途に開催することにより、的確に状況を把握し、事業所運営に対する関与を高めることとされております。続きまして、2、本市の対応方針でございます。本市といたしましては、NPO 法人、エンゼルネットに対して、10月24日の提出期限までに改善結果報告書を提出するよう強く指導しているところでございます。期限までに、 改善結果報告書の提出があった場合には速やかに公表するとと,ともに報告内容を精査し改善命令への対応として必要な措置が取られたものと評価できるか否かを判断することとしております万が一期限までに改善結果報告書の提出がなかった場合や報告の内容が不十分であった場合は改善命令に違反することとなるため特定非営利活動促進法に基づき 法人の設立認証の取り消しを含め対応を検討してまいりますいずれにしましても10月24日時点での状況を踏まえ改めてその状況や本市の対応についてご報告をさせていただきます説明は以上でございますはいそれではただいまの報告につきまして何か質問はございませんかはい森田副委員長 はいあのーえー、私からまず質問させていただきたいのはです、ねえーと、今回あの、法人におきましては、10月15日に役員を選任するための理事会が設定されて、えーまあ、その後、速やかに京都市に結果を報告するということでしたけれども、この委員会への、まあ、報告も予定されておりましたけれども、えーまあ、継続協議になったということは、えーまあ、選任ができなかったということでございますけれども、 そもそもこれ改善命令を出したのは8月2日で当初の広告期限が8月24日、まあ、そしてそれからもう2か月近くが経過しているんですけれども、まあ、こういう状況を見ておりますとねこのまあ今日18日に委員会があるということは分かっておりますので、まあ、この委員会を乗り切ればですね、まあ、次の委員会は実地視察ですから、まあ、そういうことも、まあ、うがった見方をするともう考えてしまうような えまあ集大だと私は思っているわけですが、えー、まあそれとそのこれ改善命令を出されたのは京都市でありますから、この京都市についてもやはりこのもう責任もあるんじゃないかなと思っておりますが、まずこの点についてお伺いしたいと思います井野田市長。はいあのまあ、この間の改善命令以降の取り組み、またあの本事態に至った京都市の責任についてのご質問でございます。 あの今回のこのエンゼルネットの問題につきましては、当該法人のみならず NPO 法人制度全般に関わる問題であるというふうに我々は認識をしております。司会でもご議論をいただいておりますし、ご心配もおかけしておる問題である、事案であるというふうに思っております。あの八今ご紹介いただきました8月2日に改善命令を発しまして。 8月24日に一旦改善結果報告書出てまいりましたんですけれども4項目のうち先ほど説明しました3項目のみという事態でございました。まあ、あのその時点では あのまあ、新役員が全員辞任するというところまでは表明されましたので、全員次の方の選任というのが少し時間がかかるというところには、あの我々としても理解を示した上えで、2ヶ月の期間の延長ということでお願いをしてまいったわけなんですけれども、まあ、その2ヶ月の期間の中で、我々としてはもうあの、いいと申しますか、何度も議論を重ねまして。えー 役員の人選、どうしていくかというところについて密な協議をさせていただいたというふうに思っておりましてまあそんな中でまああのこの2ヶ月という期間ございますけれども法人の役員の方からはですね2ヶ月いっぱいかけるのではなくできるだけ早めにというお話もいただいておりましたまあそれもありましたので我々としても協議を重ねで15日の理事会とこれがまああの役員の選任というのを議案として出す。 いうことでまあ、調整もされておりましたので、まあ、先ほどの定款の改正もありましたので、まあ、そこにターゲットと申しますかあそこに絞って、えー、取り組みをそれぞれ調整してきたというふうに思っておりますんですがあ結果あ継続協議になったということで我々としてもあの まあ驚いたと申しますかですね、えー、なんでそのようなことになったのか直ちに理解ができないという状況ではございましたんですけども、ただあの、我々の調整不足といわれも本当にあのそういう部分もあるかと思っておりまして、今回、中間報告ということになってしまったことについては、大変遺憾に思っております。あの役員の方とはあと、あと顧問の弁護士の方とは、この間もずっとや,やり取りをさせていただいておりますし、残り8月あ10月24日の期限、 まで残り短いんですけれども、我々はの NPO の支援というのが我々の大事な役割でございますので、残された期間短いんですけれども、引き続き協議をいたしまして、改善命令にしっかり対応いただくための取り組みを進めていきたいというふうには考えております、以上であります森田副委員長。今、8月2日以降の指導状況ですとか、ルール、ご説明いただきましたけど、 でこの,あの理事会ではですねこの小規模保育事業の安定的な継続に向けた引き継ぎが議論になったということですけれどもこれについてもですね、まあ、これだけ期間があったのに、まあ、今さら何を言っているんだということですがこれについてはまあ具体的にどういうことかということとこれがその22日の理事会までに必ず解決するのかどうかこの辺についいてお伺いします井野田市長。 はいあのまあ、今回、中間報告いただく中で、今あの、言っていただきました、小規模保育事業の安定的な継続に向けた引き継ぎというところが議論になり、今回、議決に至らなかったということでお聞きをしております。あのまあ、少し具体を申しますと、まあ、安全性、やっぱ子どもを預かる施設としての安全性でありますとか、衛生面の確保が重要で、そういった点に関して、新役員との引き継ぎ 行う機会というのがあの十分確保できてなかったという指摘があったというようなことでお聞きをしております。まあ,あのこの時点でというのはあのもう先生からのご指摘の通り方私も思っておるんですけども、ただまあ、そういったことで、えー、されましたので、えー、まあ、そこの部分についてはあの法人としてもご認識をいただいております。えー、その事業を安定的に継続をしていくと。 いうための引き継ぎの機会の確保に向けた調整というのはあの行われているというふうにお聞きをしておりまして、必要な対応はなされると思っておりますし我々、我々としてもそこについてはしっかり関わりを持って取り組みを進めていきたいと考えております、以上であります森田副委員長。であの法人の方も、この中間報告で、えーまあ、引き継ぎが問題になっているということを、まあ、ご認識されているということは、ですねその22日の、えー、理事会でこの役員が選任された場合もですね、 改めて提出される報告書ですが、この事業の継続に向けた引き継ぎ、これについてどう取り組むかということも、ですねこれはしっかり書き加えて明記していただかないと、これはそのやはりこの子どもを預けている親御さんにしてみればたまったものじゃないと思いますので、その点についてはいかがでしょうか井野田市長。あはい、えー、今、あのご提案をいただきました。あの 4項目のうち残っている1項目、役員の千任というところのご報告を採終いただくということにはなっておりますんですけど、今言っておきました引き継ぎというのも今回、問題としてこう浮上してきております関係からしますとあの、そういうのを求めていく必要があるというご指摘はもあのその通りだと思いますのであの、そういう形での報告を法人の方に求めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます森田副委員長 冒頭にもあの申し上げましたけど、改善命令が8月2日で、当初の報告期限が8月の24日、そのまあ8月24日に提出された報告書では、役員はまあ全員辞任ということで、明記されてたんだけれども、この2か月近く経ってから、役員自身がこの引き継ぎ不十分だというようなことを指摘して、このまあ新役員が選任できないということで、これはちょっと理解に苦しむわけですが、これについてはもっとね、 緊張感を持って法人が取り組んでいただければ、ですね少なくともこの15日には選任はできたはずであると私も思っておりますし、やはりこの緊張感がなく、この振興管理なんかもできていないんじゃないかと、この法人としての、まあ、資格というか、ですね定を成してないんじゃないかなと思うわけですが、このような法人にこの小規模保育事業所、 まあお子さんを預かりますので命を預かることですけれどもこういったものをこの任せていいのかどうかこの辺についてはいかがでしょうか。井上市長大な子供を 預かる小規模保育事業を実施する NPO 法人として、えー、というところのご指摘でございます、まああの。何よりも優先すべきは子どもの保育の確保であるというふうに我々も思っておりましてあのそういった関係で観点で法人と協議を重ねてまいりましたあの中間報告で示されている体制につきましてはその子どもの保育としっかり確保していくという意味では一定、えー、期待できる 構成なのかなというふうにはあの認識しておるところではあるんですけれども、保育事業所管をしております子ども若者育み局ともしっかりと連携をいたしました子どもたちへの影響、これが絶対出ないようにというようなことで、しっかり連携の上え、両局で協力に協力かつ的確に対応してまいりたい、していく必要があるというふうに考えております森田副委員長、あの冒頭に申し上げるべきでしたけど私、これはあの行為についてね。 あのやはりこう質疑せざるをえないと思ってますんで、まああので罪を憎んで人を憎まずというかあの人格攻撃とするつもりございませんけどねちょっと一理挙げさせていただくとこれ平成24年の4月の教育福祉委員会でですね、まあ、あの理事長は、えー、こんな質問されてるんですよ宇治市の障害者福祉施設を運営する NPO 法人が京都市を含む6つの市町村に架空請求をして 不正,不正受給を行っていた問題についてこれ質疑をされています。まあ、その中でこの監査についても触れられているわけですけれども、まあ、この中で不正は氷山の一角だというようなことをおっしゃっておりまして、まあ、徹底したこの監査の必要性をね、訴えられておられました。これ、今回の件も期限までに新役員が選任されなかった場合は、この法人の設立認証の取り消し、これも含めて検討すべきだと考えておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。井野田市長。 はいえー、もうわれ8月2日付で改善命令を発しておりますしそのうちの1項目について対応されていないという状況がございます NPO 法ではあの改善命令への対応が十分でなく他の方法により監督の目的を達することができないような場合には設立の認証を取り消すことができるという規定がございます、えー、この法律の条文に基づき進めていく ということになると考えておりまして、大変厳しい対応を考えていく必要があるというふうには思っております。森田副委員長。わかりました。あの、最終的な報告書、これ提出、提出される場合はですね。あの、司会の方にも速やかにご報告をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。はい。えー、伊坂委員。最初にね。 あの資料の表題について聞きたいんですけどあの改善結果報告書の提出について、かっこ中間報告とありますよね、先ほどからね、中間報告、中間報告って言うんだけども、本来は8月24日に4項目の報告、改善ね、報告があって、しかるべきなんですよね、要するに2ヶ月間延ばしてあげたと、干したら、次の報告っていうのはね、 実際やりましたっていうことでしょう、それ以外の報告はないんですよ、だから NPO の法人の都合でできなかったということをね、なんで中間報告っていう表現で、皆さん方はまとめるの、その考え方が私、わからないんで、まずね、これは中間報告じゃないという立場で考えていかないと、あかんと思うんだけど、どうですか。井上市長 あの4項目のうちえまあ3項目への対応が進んでますけれどもあの1項目についてえ進んでないというわれわれの認識もございます、まあ、法人の方でもそのように認識をいただいておりますしあのその意味で今回、中間報告という表題にさせていただいたとというところでご伊佐委員、だから、ね、中間報告じゃないんですよ、これは。 ね、あくまでも、ね、その残った4項目のうちの1項目をどうするのかっていうのがね、もう報告なんですよ、それ、最終報告じゃなくて、それしか、ね、報告はないんですよ、それができないっていうことについてはね、中間というような曖昧な表現でね、やってたらね、私、ダメだと思うんだけど、もう一回聞くけど、うん、それでも中間報告だっていうふうに言い張るんですか。 あの曖昧というご指摘をいただいております、まあ、あのそこの解釈、まああの、あると思います。ただ、あの我々としては、まあ、終わってないというところの表現をどうさせていただくかということで、こういう,う形での表題にさせていただいたということでございます。伊委員 まあこればっかりで議論するわけにもいかないんで私はそういうふうに思うんでそれを強く指摘をしておきたいと思いますその上で、ね、その新しい役員を選出できなかった理由として、ね、あのさっきもあったように保育事業の安定的な継続に向けた協議が不十分だと引き継ぎができないということですよねで改めて聞くけど2ヶ月間にわたって、ね それがネックになっているというのは分かっているんだったらなんでそれが、ね、できなかったのかとあまりにもこの法人の姿勢が無責任じゃないかと思うんだけど皆さんはそういううに思いますか井野田市長、はいえーまあ、この引き継ぎという問題が今晩浮上してまいっておりますけれどもわれわれこの約2か月の間で協議をさせていただいている中では あやはりあの役員の具体名、えー、上がってくる中で、えー、その方の専任の,の趣旨の確認をさせていただいたり必要に応じてご意見を言わせていただくというようなことで、まあ、やり取りをずっとさせていただいておりましたあの概ねその構成の枠組みと申しますか,かた固まってまいりまして、えーまあ、要はその協議を重ねてまいりましたので。 えーまあ、そういう最終段階になってその引き継ぎというところの話が、まああのまあ、15日に突然出てきたというわけではないんですけれどもそういう話それについてはあの措置がされるといいますかそういうあの調整もあの必要ではあると思いますけども、まあ、それによってその継続協議というところまでの、まあ、思いは至っておりませんで、まあ、あのそ,そういう形になったのかというところでちょっと我々は。まああの まあそういうところの認識をしておるというところで、引き継ぎ自身はあの少し前から出てあの課題としては出てきておりましたんですけれどもあ、あこういう事態に至るとは、ああそこまでは想定してなかったというのが正直なところでございます佐賀委員、想定してなかったと言うけど、もこれは無責任極まりないことだと思うんだけど、なんでね、そういうふうに言うかっていうと、よくよく考えてみたらね、新役員の選出ができないということと、 保育の、ね、事業の安定的な継続ができないということとね、なんでリンクするの言いたいこと分かる今度改善の中でね、理事会の開催の定例化でね、原則として2か月に1回を目途に開催すると言って改善をするわけでしょ。ということは、 3か月、4か月に1か月しか、あるいは半年に1回ぐらいしかしてなかったわけでしょ。で、それを最低限2か月に1回やるっちゃうわけよ。ね。だったらね、保育の安定的な事業運営っていうけど、保育所は毎日子供をね、面倒見てるわけですよ。で、そこには園長先生もいるだろうし、職員もいるわけですよ。で、そこの人がしっかりやっていけば、保育の安定的な引き継ぎはね、十分にできると思うわけですよ。 それ,それにふさわしい人を配置しているわけでしょ。だから理事会の運営と保育の事業運営というのはね、全く関係ない。だからこれを理由にして、保育の安定的な事業運営を理由にして、理事会の選任ができないから中間報告だと、これ私、無責任だと言うんですよ。どうですか井上市長 NPO 法人の今回は引き継ぎ役員の交代というところですので、えー、そこで、えーまあ、交代があったとしても小規模保育事業としてはあそれは別物として安定的に継続と申しますかできるのではないかというご指摘については私もあのそういう部分もあってですので直接引き継ぎというところで NPO 法人の側の引き継ぎというところで えー、その選任を否決する、ってま継続協議とするというところについては、だから私自身も理解しづらいというふうには感じております伊坂委員、そうでしょ、誰が見てもね、この中間報告で納得はできないですよ、だからきつい言い方をしたらね、子どもを理由にして、理事会の新しいメンバーの引き継ぎができないっていうのをね、ごまかしてるだけだ いるもんですよ私、前回も言ったけど、ね、あの子どもの保育に当たっては、今回の、ね、NPO 法人の不祥事は、ね、全く関係ない。不祥事をしようと何をしようと、子どもの保育っていうのは、ね、大人の責任でやっていかなくちゃいけないと。これ大事な点なんですよ。だからこそ言いたいんですよ。法人が 新しい理事を選任できない理由に、子どもを、ね、理由に使うんだと、別物として保育の事業と新しい法人の選任というのは、ね、しないといけないというふうに思うんですよ。でそれをね、考え方は同じだと、こういうのうおっしゃった。じゃあね、法人はこのことについてはどういうふうに認識してるんですか。井上市長 はい、まああのまあ、今回、その理事会ではそういうような、あのー、理由で継続審議ということになりましたですんであので、ただ法人としたしましてはあそういった部分の役員の要するに交代に向けて、えー、引き継ぎの機会というのをしっかり確保することで、えーまあ、そういった、その何と申しますか選任に向けたあ今、こう、 妨げとなっている部分についての理由と申しますか、そういう部分を取り除いて、22日に向けて調整をいただいているというところでございます伊坂委員。だけどね、しつこいように言うけど、2ページの欄でね、新しいね、理事長以下2、4、6人の候補者の概要でね、役職のイメージ書いてありますやん。 それは、ね、NPO の管理とか運営の専門家であるとか、弁護士とか、会社経営者とか、あってね、保育の事業経験者っていうのは一人でしょ。ね、その一人が入るかどうかで、ね、今やってる保育の安定的な継続、ね、引き継ぎ、これはなんか影響すんの全然関係あらへん。だから言ってるんですよ。 あくまでも保育の問題は理由口実でしかないと新しい理事が選任できないっていうことの結果、ねまあ、きつい言い方言ったら怠慢を、ね、子どもを理由にして言ってるだけじゃないですかそんなんで2ヶ月間ね、うん、やってきたのかというふうに思うんですよそこの認識もう一回聞きたい井野田市長 1点補足をさせていただきます、ちょっと資料上出てきておらない部分がございますんですけれども、今の,あの役員理事、理事長以下3名、理事おられるんですけれども、1名につきましてはあの、まあ、保育の施設の管理者も兼ねられているというところで、まあ、その部分についての,あの引き継ぎというところについては出てくる部分があるのかなというふうには思っておりまして、でそこの,まああのところについて、少しクローズアップされているという部分があるかなというふうには思っております。 全そんなんはあの選任された後順々に引き継いでいったらいいもんでしょう、ね。その引き継ぎができないから理事に選任できないんでね、理由にならない。しかも6分の1でしょ。決定的な理由でも何でもない、それは。ね、だからあの、森田、今言ったけど、やっぱりね、京都市にもね、責任があるに違うかと。 昨日報告聞いて1日考えて私が言えることを2ヶ月間もね見逃してたんですかそんなことないでしょだからきちんと NPO 法人に対する支援と管理をね責任持ってる部局としては、ね、もっと仕事を真剣にやってほしいということが1つでもう1つは最後に、ね、2月あ10月24日の一応最終報告の期限ですよね2ヶ月間延ばしたからあと1週間しかないと。 そういう状況での、ね、ほんま1週間でねそれができるのかというふうにさっき森さんあったけどで僕はねできるんじゃないかとそれ理由にする理由を言ってただけなんだから、ね、その理由を除外したらねもう人選をねズバッと決めたらすぐできるでしょだけどそれができなかったらねもうきっぱりと能力がないというふうに認めてこの法人に対してはね、あのー 何だっけ資格ちゃうわ認可、ね、認可取り消すというそういうことをやる責任があるというふうに思うんですけど、まあ、先ほどの仕事の仕方の問題と今後の対応の決意について最後吉田局長 あの今回の、まずは当初ございましたように、今回、中間報告という形になっております、我々としましては、この本日、改善報告を事前にいただきまして、報告をさせていただくことで、準備を進めてまいっておりました。で、それが結果、先ほど、市長の方が答弁をいたしましたように、あちらの方からの、 まとまらなかったということがございまして、報告書が提出をできていないという状況でございます。で、ただ、これにつきましては、8月の24日、報告ができなかったものを2か月間猶予しております。公費が投入をされて、そして大きな NPO としてましても、この一法人だけではなくて、全体 NPO の運営等にも関わることでもございます。信頼を得るためにも、しっかりと司会の方に説明をさせていただくというふうに、前回も私のほうを回答させていただいておりますので、 えー、この24日の期日を待たずに、えー、本日報告をさせていただくように準備をしてまいりました。えー、法人にも、えー、急に18日に報告をするということを言っているものではございません、18日にきっちりと報告をさせていただきましょうと、そして新しいスタートを切りましょうということでのご説明をさせていただいて、結果、あのこのようなことになってなりましたことは、私どもの えー、指導の不甲斐なさもあるかも分かりませんけれども、えー、法人にもしっかりとこのことの重大性については認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。えー、先ほどあの、えー、ですので、私どもは最終報告といいますか、当然、改善命令が出てきて、その報告をするというのが当然だというふうに思っておりますけれども、それができていない今の状況においては、まずは私どもの方の責任をし、説明をしっかりとさせていただきたいということで、今日 表現はいろいろご意見あるでしょうけども、中間報告という形でさせていただいたというところでございます。<coughs> 今、先ほど伊佐川議員の方から2ヶ月間、何をしてたんやということでございました、8月の2日に出しまして、命令を出しまして、そして改善報告をいただくまで議論をしておりました、幾度も法人とはメンバーについてはやり取りをしました。 法人の大事さ今、今この NPO に求められている問題は何かということの指摘をしっかりと議論をしてきましたあちらの方が言ってきた内容あのメンバー等についても、我々も意見を言って、最終的にまだあのお名前は出せませんけども、こういった形で今まとめられてきているというところでございます。この本日をを迎えるにあたりりましてかなり地域自治推進室をあの 中心に法人ともやり取りしてまいりましたし、子ども育み局の方とも調整もしながらやってきたところでございます。私も非常に残念ではございますし、先ほどからございましたように、この保育の引き継ぎというのは、日々の保育の中でやられるわけでございますので、特に理由になるものではないというふうには思っておりますけれども、このあと残された日、身近はございますけれども、先ほど森田議員からのご指摘もありましたように、しっかりとこの間、 短い間ですけども、指導をして,指導してまいって、最終的に皆様方の方にご報告をさせていただきたいと思います、よろしくお願いいたします伊佐委員。まあそういう局長の方からも認識もあったんで、そういうことで、決意を持ってやっていただきたいと、で最後にね、やっぱりいろいろ考えたらね、これやっぱり中間報告じゃなくてね、京都市からの報告なんだから、これはね、経過報告ですよ、一番適切な表現は。 そうに書いうてもらったらね、最初私が噛みつく必要もなかった。だから中間じゃないと経過報告やと、いうふうに私は理解をしました。以上です。菅井委員。はい、よろしくお願いします。あの、まあ、いろんな。お考えがあるなと思って聞いてたんですけれども、えー。まあ、あの文化市民局さんは文化市民局さんで、あの。 NPO さんとこう打ち合わせをして、10の委員会に報告ができるようにしていたものをですね、まあ、あの保護にされたということで、まあ、顔に泥を塗られたというお立場は分かりますし、あの我々市会議員からしたらです、ね、まあ、報告の中身が伴っていないっていう、まあ、いろんな立場からその意見があったかと思うんですけども、僕が聞いてて思うのはです、ね、10月24日が期限なので、 10月24日の時点でどういう報告が出るかでその報告を受けた結果、えー、文化市民局さんとしてどういう判断をされるかっていうのを改めてまず聞きたいというふうに思うんですけどもまずこの中間報告がまだ出てないわけですよね10月24日に出される予定のものででもここには現在の状況ということでこれはま文化市民局さんとその当該法人とのやり取りの中でおそらくこういう報告が出るだろうということで出てると思うんですけどもこれが出てくれば 承認はされるという理解でよろしいですか。井野市長、すみませんちょっとあのえー、っと10月今添付資料でつけております別紙の2があの10月17日付けのお改善命令に基づく取り組み状況報告書でございます。これがあの、えー、10月15日に理事会をされてまああのおその結果と申しますかあ。 あの法人としても改善命令下にありますので、そしてまれわとのやり取りもこの間で重ねてまいりましたので、その15日の理事会を踏まえて、法人としての説明責任を果たす必要があるということで、お出しになられたこのペーパーが17日付の状況報告書というものでございまして、でこれは現あのこの時点のものでございまして、このあと、えー、来週の22日の理事会、えー あ、経て、あの最終の報告書が出されてくるものというふうに思っております。菅委員じゃ、このまあこの中間報告というか経過報告というかわかんないですけど、ここに書いてあるものっていうものはあくまでその15日にやった内容であって、どういった内容が出てくるかがわからないというスタンスですか？僕の、えー、昨日、えー、課長担当課長からお聞きしてたのは、これまでいろ。まあ、先ほどの答弁にもありました。けども、これまで。 ずっと法人とやり取りをした上で内容を詰めてきたという答弁があったかと思うんですけどもそれは一体どっちなんですか井野田市長はいあの法人とはあの内容をずっとこの間詰め詰めた協議をやってまいりましたし、えーまあ、あの今新たな役員の,あの構成案でありますとか定観定款の見直しでありますとかそういったところについては ももうそこも含めてて協議をしままいりましたただあのですであので中身としましてはあの協議をしてきたものを踏まえたものにはなっておるんですけどもただ現実問題として理事会で議決がされてないというで15日されずに22日に継続協議になっているというところからしますと22日の結果についてもあのまあ最大限の努力はあのされるし我々としてもあの働きかけはしてまいりますんですけども あ,のまあ言葉が適切かどうかわからないですけども、予断を許さないと申しますか、どうなるかわからないというが部分はございます菅谷委員、これは NPO の, N のまあ所管庁である文化市民局さんのえどういう判断基準かよくわからないですけども、まあ、すみません、質問は重くして申し訳ないですけども、今現状で皆さんがこう認識をされているこの内容は、報告に足りうるのかどうかっていう質問ではどうですか。 井田市長、はい、まずあの、中間報告で出されています役員候補者として挙がられている理事長以下、理事、幹事の人選の案につきましては、先ほど、森田議員への答弁でも少し触れておりましたですけれども、まあ、保育事業を継続的にやっていくという意味で、一定評価ができるものというふうには認識をしております。ままたあの理事会のの機能の強化という部分につきましても まあ今回、先ほどちょっとご説明をさせていただきました、その虚偽報告でありますが、そういったところの,あのお役員のですねえ理事会の体制とか、機能というところに課題があったんではないかという、我々の問題意識のもと、役員体制の抜本的な見直しというところのおご指摘をさせていただく中で、法人として、じゃあ、理事会の構成を変える、このタイミングで、理事会の権能をしっかり強くしていこうと。 いうことで少し定款を触られたで丁寧的にやっていこうということであの事業への関わりを強めていこうということについてはあのその部分についてはあの趣旨と申しますか、えー、我々のお願いをしている事項あの趣旨に沿ったものというふうに評価をしているところでございます菅委員すみませんそれが聞きたかったんですよまあ要はだって皆さんも一緒に法人とこれを考えて進めておられる内容の報告なのでそれを ね、上がってきたら当然認めざるを得ないといとうううふうに思うんですよただ僕はその中でこう皆さんと考え方が違うなというのが定款の変更の部分これは2点目のところなんですけども今回理事会の権能を強化すると、まあ、今までの、えー、法人のあり方が間違ってたからだと思うんですけども本来この総会で行っていた事業報告や決算の承認あるいは役員の選任解任 役員報酬等の議決を理事会で行うということが果たししてそれはは正いいのかっていうのかう非常に疑問です自分たち役員の選任解任を自分たち役員がするということが普通の組織では考えられないというようなこともあるんですけどもそこら辺のご認識なんでこういうことをしたのかっていうことこれも多分文化市民局さんが、えー、何ですかね力を貸しながらそういうこの体制の強化っていう ところに至ったというふうに僕は理解してるんですけどもなんでこのような形を取ったのか教えてください井田市長はいあのー、今のですねまずあのこの県のような強化ということで、えー、総会でやられた部分の権限を理事会に移されたというところのこの発意については我々ではなくて、えー、法人側から発意されたものでありますでただあの理事会が あのその役員、先ほど申しましたようにあの理事会と総会と比較いたしますと理事会の方がもちろんあの役員ともちろんメンバーも少ないというところもありまして機動的に開催ができるという部分がございますのでそういうところでしっかりとやっていくと関わりを持ってそのリーダーシップと申しますか法人運営事業所運営に関わっていくという趣旨でこういう形にされたということで我々としてはあの一定評価をしているというものでございます。 菅谷委員今の一定評価をしているというふうにご答弁あったんですけども前の前回のこの件に関する報告常任会であったときに他の委員さん質問されていた委員さんの中が口,口頭からあったのがこの当該法人にかかわらず京都市内にある NPO においてこのような問題がないようにやるべきだというような趣旨の意見が多々あったというふうに僕は記憶してるんですけれども。 そういう意味で言うと、この定款の変更、ここの理事会の権能を強化するというのが、評価するという今、答弁がありましたけれども、じゃあ、京都市内の他の法人に関しても、そうあるべきなんではないですか。井上市長 NPO、はい、の N のその理事会と総会とと総いうそれぞれぞ機関の中で どちらでどういう権限を持つかというところについて、まあ、あの法律でこれ以上動かしたらいかんという部分がありますけれどもそ,れ、まあ、あのその範囲であれば NPO 法人の裁量と申しますかそれぞれ何と申しますか構成員の住んでいられる場所でありますとかそういったことがありますので。 そこは何と申しますか、自主的に考えられて、自分たちの法人にとって一番いいものを選択をされているということでありまして、私どもとしてその法律の範囲を超えて、定款変更ということであれば、それはもう、あの、指導と申しますか、あってはならないことなんですけども、法律の範囲内でやられている部分について、何かこう、問題があるとかですね、いうことではないというふうに考えております。菅谷委員、あの、 今回の事案が起きたのは決して定款で理事会の権能が弱かったからということではなくて内部の問題だと僕は思ってるんですよだから定款はそもそも今回今,今手元にあるのが定款を変更したつまり理事会の権能を強化した後の新しいバージョンの定款を読んでるんですけどもいろんなところでもともと総会の議決を経てっていう文言であっただろうところが ことごとごく理事会に変わわってるわけですよまあそれはそうですよね理事会の権能強化してるわけですからでも本来総会で議決を経てっていうのが多分京都市のスタンスでもあると思うんですよつまりどういうことかというと京都市の法人 NPO 法人を立ち上げるときに僕が NPO 法人を立ち上げたいなと思ったらまず皆さんのところに相談に行きますそしたらひな形みたいなものがあると思うんですけどもそのひな形はどういうふうになってますか僕は調べた限りでは総会の議決を経て、まあ、まさにこれ 文言が大体一致しているんですけれども、総会の議決を経てとていうところに大変力を入れている、そうまあ、スタンダードな形式がそうだというふうに理解しているんですけれども、それはどうですか理事会の権能を強化するというエンゼルネットだけはこの特殊な組織にすることがいいのか、お答えください。井上市長 NPO、はいあの,ー、のまあ設立を支援するというのも我々の非常に重要な仕事の一つでございます。まあ、その中で えー、NPO 設立される場合に定款を作っていただく必要があるんですけども何もない状態ではなかなかその時間もかかるというところでモデル定款をお示しをさせていただいてます、まあ、あの国の示されているものをほぼほぼそのままあやっとるんですけども、まあ、そことの差をあのご指摘なのかと思うんですけどもそこはあ,のあくまで、えー、こういう形でどうかというところのお示しをさせていただいているものでございましてその後、まあそれを当初から変えられる 法人もありますし運営をする中で変えていかれる法人もあってそこについてその我々として何と申しますかこれはダメですとかいいですとか定款変更の例えばご相談をされてそれぞれ理由をお持ちですのでその理由との関係で確認をさせていただいてであればそれぞれご対応それに応じた対応をさせていただいているということで今回のこの理事 会へのあの権限の異常について問題があるというふうには全然考えておりません菅谷委員それはもちろんケースバイケースですよケースバイケースなんですけれどもまあ、もっと言うと一エンゼルネットさんという法人の定款に対して一市会議員が口を挟むこともこれは越権行為だという認識ですただ冒頭確認したように皆さんがこれを共有しながら前に進めていったんでしょ発議は別にして ととととといいいいううううここはははの認認識識しししててれ正だふに僕理解るんですよただ、今言ったように国においてはスタンダードなひな形これを用意してるそれはなんでかっていったらこれまでの先人の知恵で法人を運営するにあたっては理事会が考えたものを一時チェックを通して総会みたいなもので最終的にチェックを受けるから機能が働くとだからこれがスタンダードになっているという僕は理解でいるんですよ。 会社法とかもそういうい規定になってるはずです。例えばマンションの管理組合でもそうです。総会の議決を経ることで最終的なチェックを受けています。今回残念ながらエンゼルネットさんはそれまでの定管に定管ではそういう規定があったんですけれどもそれは機能していなかった。機能していなかったのはその当該法人に問題があるだけであって定管に必ずしも問題があるわけではないというふうに思いますのでこの定管の こののの理事会の権能を強化すするるとといいいうううは行き過ぎてるというふうに思いますもっと言うと相互機能の強化というのはここに具体的に弁護士とか税理士とか入ってますけどこの内部のこの人たちがこの選任されたら相互機能は十分働くわけであって別にこの人たちに権能を強化することによって相互機能チェックは働きませんもっと言うとこの人たちは正しいことをするとしてもこの人たちじゃない人もしまあ この人たちが悪いことをするとは言えませんけども、それをもし理事会の権限を強化してたら、好き放題できませんか、それはどうですか、野田市長、はいまああの。理事会に権限が集中しているという意味であの、ご懸念の部分があるかと思うんですけれども、我々としては、あの 繰り返しになりますけれども今回のこの定款の修正と申しますか改正につきましてはあくまで NPO 法人の側で発意をされたものでありますで我々としましてはその理由をお聞きした上でえで、ー、法律の範囲内でやられてるというところからしますと NPO 法のもともとの自主性活動の実践の尊重というところからするとそれについて何か申し上げると申しますかですね、えー、行政指導でこれがいいとか悪いとか。 ああいうようなものではなくて、ですねそこはあの趣旨、理事会をしっかりと活性化していく、でそこの構成を見直すで、リーダーシップを取って事業所をしっかり運営していく、でこの間の反省に立ってやっていくという熱い思いでおおこれを出しておられますので、そのことについて、いや、これは例えば権限があ行き過ぎちゃいますかとか集中しすぎちゃいますかというようなことを申し上げる立場にはないというふうに考えております。菅谷委員 手続き上があったという,ふうに思いません、まあおっしゃる通り、えー、NPO 法人の正会員の方々が発議をして、えー、あ理事会か理事会の方が発議をしてやってるというところのプロセスに何ら疑義は持っていませんけれども昨日の担当課長も何度か僕話をやっててあの話し合いをしててあの出てたのが理事会に権能を強化するのは今までの正会員の方々がよく知識がないとよくわからない人たちに そんな最後のの承認の権利を与えても仕方がない,仕方がないというかっていうような感覚をお持ちでした。ででもそううじゃないでしょうというのが僕の考えなんですよ。なので手続き上問題がなかったとしてもそれはもしその方のお言葉を借りるんであれば今回の定款変更のプロセスは問題なかったとしても よくよくそこを理解せずに、定款変更をに賛成をしているということもありますので、そこら辺は先ほど理由があのどうとかっておっしゃいましたけど、どういう理由でじゃあ、定款変更されたんですか野田市長、はいあのまあ。相互牽制機能を持った役員体制にしてくださ体制を抜本的に見直してくださいという我々の、われわれの改善命令がございまして。 あのそれを踏まえて、理事会の,メ、まああの、要は今のメンバー全員辞任すると、これはもう法人で決められたことですし、次の構成についてどうしていくか、それも法人で決められて、その中で、新たな体制に思い切って権限を与えて。 それで、えー、機動的にや、まあ、理事会が先ほどちょっと繰り返しになりますけれども、機動的に開催することが可能な理事会において、えー、そういったところのしっかりものを決めて、リーダーシップを取って事業所を運営、より適正な運営をしていくという趣旨でお聞きをしているというものでございます菅谷委員もうあの、聞くことがもうループしてしまうので、もうやめますけれども、あくまで僕は、えー、と先ほど言ったとおり、この定款の部分に関しては、 えー、総会が最終的な承認を得る、もともと定款変更するまで京都市はおそらく8つから10個ぐらい、えー、総会に、県能を有していたものを今回、理事会が理事会にその総会で削った部分をあ総会で削った機能を理事会にそっくりそのまま移してるわけですよ。それは 僕はやっぱおかしいいと思いますあの一つ一つにとっては理事会を兼労するために有効なものもあるかもしれませんけれども総会にもともと付与されていたものを法律の範囲内ぎりぎりまで奪って理事会にくっつけるというのはやりすぎだというような認識でいますのでここはちょっと考えて、まあ、もうすでに定款で変更になっているのでちょっと難しいかもしれないですけどもそこは重々留意していただきたいというふうに要望しておきますよろししくお願いいたします。 豊田委員まずね、えー、この今日の中間報告にかかる、あのー、文化市民局としての私、考え方をお伺いしたいんですけども、これ、えー、一昨日、えー、私のところにこの資料が、えー、届きました、本日の委員会資料ということで。そのの際に、えーまあ、文化市民局の NPO 法人が運営する小規模保育事業,事業所における個人情報の紛失事案に係る改善結果報告書の提出についての資料につきましては、明日17日にそうさせていただきますというメモ書きがありましたわざわざ、えー、文化市民局の方からもご連絡をいただいて、えーまあ、もう私も予算の予算してまっした決算特別委員会総括質疑で、非常に疲れておりますけども、その間に電話があってです、ねえー、夜に電話があって、これは報告をこう、まあ明日させていただくと。 えー、そしたら私はね、この報告事項をね、先ほど、まあ、あの菅谷委員の方から、まあ、期限の利益と私は取ったらいいのかなと思うんですけど、24日までね、あるのに、まあまあな、なぜね、こういう形でね、わざわざ報告を上げてきた、そしてまあ私、これちょっと印鑑討議のほうになるのかもしれませんけれども、該当する理事長がこの委員会も所属しててね、そしてこうやって報告をしますというような形で上げてこられてる、で、結局、まあ、満足いく報告じゃなくて、これだったら別に報告。 今日しなくてもいい話ですよね申し訳ないけども。でなってくる。そしたらこれ一体委員会としてね何なんだっていうことと報告は何なんだっていうことについてね私ちょっとね理解に苦しむんですよ。例えば以前も私経済総務委員会でコン,プコンピューターのオープン化,しオープン化の事業に対する知恵に対してというので、ね、どうしても資料がこの日までにできないこの事情があるということでね。 遅れたケースありますけどもねやっぱりね、物事、期日があって、期日に合わせてやってる、でもこう報告をしようということを文化市民局としても決められた、そしてまた、街頭の理事長もこの委員会にいる、でも実際、まともな報告が上がってこないだっ,ったら、これ一体何なんですかって、私、まずこれをね、私ちょっとお伺いしたいのと、できればね、委員官答議として、直接委員にもお伺いしたい。答弁は、え井野田市長。はい えー、今回あのこのような報告をさせていただくに至った、まあ、あのお考えでございますけれども、えーまあ、委員会の報告をさせていただきます項目につきましてはあの3日前に市会事務局の方にお届けをさせていただくというルールがあるかと思っておりまして15日理事会の日ではあったんですけれども おまあ、そういう選任が予定をされておりましたので我々としてはあの、まあ、議決をされるというふうなことの前提で、えー、案件として項目を登録をさせていただきました。でえー、加えまして、えー、委員会資料につきましてはあ2日前にご提出をさせていただくというこれもあのおお そういうルールになっておりますので本来であれば16日の勤務時間中にご提出をさせていただかないかんところだったんですけども先ほど申し上げた継続協議という中で16日にご提出をさせていただくことができないという状況がありましたので、えー、すいません、その旨の,あの口頭でのお疲れのところ申し訳ないんですけどもご説明をさせていただいたところでございます。ただもの 15日に項目として挙げている中で、えー、まあ、選任できなかったので取り下げるという、まあ、そういうあの選択肢も,もあるのかもしれないんですけども、我々としてはそこをしっかり、まあ、説明責任と申しますか、あの、法人からもそういう中間報告をいただきましたので、我々としても、あの、現状をしっかりとご説明させていただく必要があるという、まあ、これは我々のあの、考えのもとで本日このような報告をさせていただいているというものでございます。 え先ほどえ豊田委員からございました、委員間討議の実施につきましては、これまでから司会基本条例の趣旨を踏まえて行われてきた経過がございますので、所管事務の範囲で必要に応じて実施していただいて結構でございます。わかりましし、まあ、したたそそうらねね、まあ、あ実際問題ととてはある程度のの山本委員の方と、ね 理事長の方とはこの期日については確認をなされてたという私は取り方をさせていただきたいんですけどもならば山本理事長の方に山本委員の方にねお伺いしたいんですけども、まあ、理事長としてもこう検問されてるそういう状況の中で今日こういう報告が上がってくるというのは当然把握されててでも今の時点でできていないということであるならね 実際その時にこの報告はこうなんだと、まあ、ある意味で言えば、先ほど菅谷委員がおっしゃったように、24日まで期限の利益があるんだから、それまでガタガタ言うんじゃないよというようなことも言えるはずなんですけども、何も言わずに望んでおきながら、こうしてこういった形で上がってくるというのは、私はね、本当に議員としての責任も果たしておられるのかなって私は思っちゃうんですよね。あの我々も非常勤で別にね、今日これを議論しなければならないということはないんですよ。 実際この報告書で先ほど申し上げたようにこの中間報告では別にね何かこれをもとにね何か議論するっていうのではなくこれまでの経過を踏まえての議論を皆さんされているんだってまあそういったことも含めてどのようにお考えでしょうか山本委員はいあの厳しいご指摘ありがとうございますあのまあななぜこのような報告をしてきたのかというお話。 というふうに思いますけれども、あの15日に理事会を開催をして、新しい役員を選任をし、そしてもう16日から新しい新体制で NPO 法人を動かしていくということについては、以前から法人の中でも一定確認をし、そして 京都市とのも確認をし進めてきたところでありました、まあ、ただ最後の段になってやはり引き継ぎがまだまだ不十分だと安全な子どもたちの保育に影響が出るということの声がありです、ね、15日においてはついては否決、まあ、というか継続審議をされたということになりました。で一方で京都市 にもですねこういう形で15日はやりますというふうに言っていたこともありますので、我々としても一定の説明をしっかりと果たさなきゃいけない、市に対する説明、市民の皆さんに対する説明、議会に対する説明も含めてしなきゃいけないという思いで、中間報告、出させていただいたのは、ちょっとペーパーにまとめたものを出させていただいた次第でございます。 豊田委員 <laughs> まああの経過についてねあの、山本委員の主張は私あの、今お伺いしたので、理解はできる部分はあるんですけども、ただ、その一方でね、あのー、委員の方はこの間、えー、この本件が明らかになってから、えー、一貫してね、まあ、理事長としての資質はない、しかし、市会議員としての資質は別だというようなことをおっしゃっておられた、でまあ、市民にも多大な迷惑をかけた、私はまず市民ありきだと思うんですけども、 まあ何かえ今所属されてた政党が、私何、何,何党でしたっけ、民主党ですか、民主党の方からえ離党された、会派を離脱をされた、そういうことで責任を果たすというようなことで、でもね、まず私、やらなければならないのは、まずはね、市民に対する説明が全く私、できてないと思うんですよ。これで、じゃあ、私、聞かれて説明できますかって言うと、できないですよ。 やっぱりきちんとそれが私自身ね、この例えば、期日を守るとかね、期日に向けてどうするのかっていうことができなかった、でも15日できなかった、じゃあ今度24日ってもうあと1週間ないですよね、1週間の中で何ができるんだっていうことで考えると、本当に危機意識が低いと思うんですよ。子どもたちのことって今おっしゃられたけども、やっぱり私はね、子どもを縦、ね、にとってね、議論するってこんな卑怯な話ないと思うんですよ。私は子どもがどうあるか、どうこうあるかって。 まあ私はね、個人的にはこの NPO 法人の問題についてはね、あのはっきりとこれあの、文化市民局も申し上げたいのが、NPO 法人はこれはやめて、この子どもたちをどこか他のところで受け入れるべき先をね、考えていくのが、私は京都市の本当の現実的な役割だったり、現実的な責務だと思うんですよ、これは、えー、所管が違うんで、保健福祉局も含めた話だと思うんですけどね、でも結局、責任をほとんど果たさないままね、今日まで2ヶ月、まあ、8月の上旬からくれば3ヶ月来てね、 それでじゃあ、こうだった、あだったと言ってもね、結局、委員会そのものも振り回されてしまっている、その現状に対してね、私はもっと山本委員は真摯に受け止めるべきだと私は思いますが、いかかがでしょうか山本委員あの、ご指摘の通りかと思いますあの。しっかりとこれからも真摯に受け止めて、頑張ってまいりたいと思います豊田委員。 まあね、そ,そのその言葉で片付けられたら本当に私、あのー、困ります、あのー、<laughs> やっぱりね、笑ったらいかんのだけどね。本当にね、あのー、私はそもそもやっぱりこの本件が明るみになったときの説明責任っていうのも議会にも私は果たされたとは言い難いと思ってますし、そしてまたこの間の中間報告、雇用協の中間報告までに至る経過を見てもね、やっぱり日程感というのがあまりにもなさすぎる。 本当にご自身がこの法人に対してどう責任を果たしていくのか、そしてまた NPO 行政についての信頼を失墜させた市会議員としての責任をどう考えるのかというのは、私は非常に意識が希薄だったと思います。やっぱりそれについては、本当に今後もこう反省するとかですね、そういうことじゃなくて、やっぱり我々政治家であるならば、結果を出さなければならないんで、しっかりとそういう意味では、この24日までにきちんとした結果を私は出していただきたいと思います。 そして、えー、京都市の方にも、えー、再度、えー、申し述べさせていただきますけれども、本当に京都市のやり方も手ぬるすぎます、私から言うと。やってきた、やってきたって言ってもですね、やっぱりね、市会議員だから忖度をしたんじゃないかって思われちゃうんですよ、市民から見たときに。やってきました言っても、こういう状況なんですよ。だからやっぱりそれもね、含めてね、ほんこれ、厳正にやっていかないと。 これ NPO 行政、私、NPO はあんまり好きじゃないからね、いかがわしいとか前言ったんで、あんまりこれ、私は好きじゃないけども、やっぱりとはいえ、京都市もこれ,これだけ力を入れて取り組んでいることに対してね、やっぱりもっと真剣にやっていただかないと困りますし、ここに書いてある、えー、2番目の本市の対応方針ということでね、えー、改善命令に違反することになるため、えー、特定非営利活動法人、活動促進法に基づき、法人の設明の認証の取り消しも含め、対応を検討してまいります。もう取り消しも含めてぜひ しっかりやってもいただく私はあのそうしていただきたいと思います。局長何かございますか。井野田市長。はいあの私どものおこれまでの対応が手ぬるかったのではないかというご指摘についてはもう返す言葉もございません。まあこのような結果になったことについては本当大変重く受け取って受け止めております。えー、残された期間は大変短いと思っております。何ができるのかというところについては。 この間、協議を詰めてやっておるところでございますし、24日に出なければ、あのそれは先ほど、森田先生へのご答弁でもさせていただいたとおり、法律の規定に基づき、厳しい対応をしていくということでございまして、そうならないように、残りの期間、精一杯取り組みを進めてまいりたいと考えておりますあ豊田委員え、どうぞどうぞ。<laughs> いや本当もうあのー、ねもうこれ以上あの申し上げても仕方がないんであのー、私も申し上げるの差し控えたいと思いますし、まあ、本当にあのーまあ、山本委員におかれました本日のこの委員会運営に対しても多大な迷惑をかけたということもね改めて認識いただくとと,ともにやっぱり私は昨日も、えー、共闘都に対しても申し上げたし今あの森田副委員長からも紹介がありましたやっぱりね 政治家として言ったことにはとことん責任もなんだが、言ったことに対して言ったこととやったことがあべこべになっているようじゃね、これ本当にもうこんな話は私はいかんと思います。特段やっぱり参議も務められておりますので、ご自身のやはりあのご判断というかです、ね、でさまざまな対処交渉に立ったご判断をしていただきたいなということを申し述べて終わります。以上でですすはい、えー、間もなく午後3時ですが富、えー 委員のの質疑の後にに休憩に入りたいと都民。まあ,あの、現理事長の山本先生、目の前においてね、まあ、言うのも今までまあ控えてたんですが、しかし今回は、ちょっと言わせていただきます、今、豊田議員の方からもありましたように、その今日報告をするということを、当然、皆、 共有してるわけですね当然あのー、理事者の皆さんも今日、まあ、これ大きな問題やったもんですから当然報告ができると思ってで我々もどういう、まあ、改善をされたのかなと、まあ、期待をしてましたところがこれ今あの、えー、改善命令に基づく取り組み状況報告書とうのが昨日の 日付で出てますね10月17日。え今日18日じゃね。はい。だから17日だ、昨日ですね。前の日出てるんですね。前の日に。だから実際にはおとついの晩ぐらいやったと思うけども。それでね。そのなぜ、そのお例えば15日の日にそういう状況があって。 普通だったらです,、ね、すぐ、まあ、あの理事者の方に、あの自治推進室の方に報告すべきやね。うん、ところが、実際、文面でててんのが昨日ですよ。はっきり言って、彼らもね、所管局としてね、ものすごく慌ててたわ。で、こっちも聞いたわ。どうなってんねこれ。うん。で、私はね、今回ね、 NPO 法人を所管するあの局としてはね、まあいろいろ苦しかったと思う、うん、それ分かるでしょ、苦しかったと思うわ、しかしながらそれでもやってきた、しかしあまりにもね、これ、理事長としてね、理事長として先ほども、ねまあ、申し訳ないというでも、まあまあおっしゃったけども、これ、あまりにも、これ、機能提出というのはね私、私としては、 あまりにもこれは、その、はきで横着やと、私はそう思わざるをえない、もう少しね、真摯に、やっぱり状況を絶えず伝えながらやるべきだと、きちっとすべきやと、うん、私はそうに思っております、で、たまたま同じ議員の仲間ですから、こうして言えるわけですから、言わせてもらってます。ただ私は 政治家であるどうのこうのということは、あえて申しません。しかし、理事長として今日ここにいらっしゃるわけやから、だから、あ,のあえて申し上げたいと思うんです。で、そこで、まず一つそこは、先ほど豊田議員がおっしゃったように、まず反省すべきのを言って、次にお伺いしたいのは、この中で、 10月15日に開催する理事会において新役員を選任し速やかに結果を報告する旨、説明しておりましたがここからです小規模保育事業の安定的な継続に向けた引き継ぎが不十分であるなどの意見があり継続協議となりました。とこの おー小規模保育事業の安定的な継続に向けた引き継ぎが不十分である意見ってどんな意見があったんですか、これ、新しいその理事を選任するのがまあ一番大きな目的だったと思うんですが、いろいろ意見があるでしょうけれども、これをその理由としては、安定的な継続に向けた引き継ぎが不十分である、これが理由になってるわけですが。 これはどういう意見が出たんでしょう。聞かせてください。山本委員、あの、えー、ご質疑ありがとうございます。あのまあまだあの例えば全員の理事新理事のメンバーさんと現行の旧役員があえてないとか、また特に会計の業務 であったりそういったことの引き継ぎについてもなかなか時間が取れていないであったり、まあ、特に子どもたちのことのです。もちろんあの現場の保育はもう日々保育士がやっておりますし、その方々が変わるわけではないんですけれども、まあ、その方々のやっぱりもこ,ことも含めてしっかりと引き継ぎをしたいという思いがあって、引き継ぎを、まあ、継続審議ということになりました。富 もう一つ聞きます皆さんの,その今までの理事,会理事会、私もね、学校法人の理事もやってます。それから社会福祉法人の保育園の評議員もやってます。だから内容はね、いつも評議員会、それから学校法人の理事会、よく出ていろいろやっております。ですから、いろいろなその外へ出していい、例えばその、お あの定例えばその内容について、その、ソテ出してもいい内容で、まあ、あればあの、理事会だけの内容もあろうかと思うけれども、今回についてはですね、新しい理事の選任をしようと、そして新たにその出直そうというときにですねあの、皆さんが今、この理事長のまず最初の、 不手際から、ね、始まってでかん監査ですか、でですか幹事言うんですか実際に会計がきちっとあの監査されてたのか、そういうことからもずっと今までの、ね、議論、まあ、経過を見せていただいて、まあ、はっきり言って、点を成してなかったと私はそう思ってるんですが、だから、だから新しいその理事を選任してやろうという、そういうそのお大事な大事な。 15日の時に、今現実としてですね、保育はなされてるわけです。問題なくなされてるわけですね。そこに、この、えー、安定的な継続に向けた引き継ぎが不十分である。何の引き継ぎやん。これは理事から理事への引き継ぎでしょそういう議論がね、当然あって叱るべきやのに、 ここにその理由が、子どもたちの、先ほどから伊坂議員からも出ておりますで、豊田議員からも出ております、森田議員からも出ておりますように、えー、であの菅谷議員からも皆、出ておりますように、なぜここで継続審議になっちゃうの本当であればね、ちゃんとした理事を決めましょうと、2か月あったんやから、普通だったら、この15日がもうタイムリミットやと。 だからそこに京都市にも報告せんならんと。よう2ヶ月もよう京都市を待ってくれたのと思っとるんですよ。私は。でも、それに、あの、普通、甘んじですね、本来もっともっと早くせんならんこと。理事を選ぶわけでしょ。もっと早くできるはずなんだけども、ましてやリミットである15日の日に、理由がこういう理由で継続審議したいことには私はやっぱり納得できないんです。だから皆さんの、 ここの NPO 法人の理事の皆さん、どういうその、なんていうんですかね、えー、今回の問題についての,その重,重要性とか重大性とか、そのことについて、どこまで認識されてるのかなと、私は思うんですが、現理事長としてはどう、その辺はどう思っておられますか山本委員、えー、大変申し訳ございません、あのまあ、もっと早くというご意見。 もういただきましたあの人選についてはもう少し早い段階で、えー、あらあら,あらと言いますか、まあ、決まっておりましたただ一方で定款の変更をさせていただく中で定款の変更の従来期間が終了するのが5月の13日あっ月じゃない10月の13日じでしたので、まあ、それを待って、えー、役員を 変えようと。もちろんあの定款縦覧期間中でもその旧の定款のあれの中で、えー、役員変更というのはできるんですけれども、あの新しい定款の下でやろうと思って15日までまあ、待っていたというところでございます。えー、私としてもあのなとか、えー、今回の新役員の選任については。 承認選任をいただきたかったんですけれども、他かの理事の皆さんからも、やはりまだ不十分だということで、えー、承認いただけなかったということでございます、申し訳です委員じゃあ、ちょっと言い方変えますが、今あのここに示されて、京都市からのこの示されてます1、2、3、4、5、6人ですね、大学の教授、それから社会福祉法人元の理事、それから 弁護士 NPO 法にずっと、まあ、会社経営者税理士さんとこうなってるんですが確かに、あのー、理事としてはこの肩書見たらやっぱり素晴らしいそのあの構成だと思いますしかしでそこである程度ですねもうこの方々1000人はある程度1000人っていいますと1000人じゃなしにこの人たちにやってもらうという候補はもう決まってたんですか決まった中で15日にそれを決定しようと。 いう理事会やったんですかそれとも、こういう構成でいこうかということで問題になって、それで、あのー、この、えー、安定的な継続に向けた引き継ぎが不十分であるという意見がそういうところから出てきたのか、その辺はいかがなんですか、どうな,どうなってるんですか。 新しい理事について新役員についていろんな人にお願いをしてまいりました、えー、もちろんたくさんの方々にも断られもしましたしやはりこの人ではちょっとどうかなという方もおられました、まあ、そんな中で、えー、この人は受けてくれるこの人は受けてくれる で受けてくれるといった人に相談をする中でじゃあ、新しいもう1人の人ってどんな人がいいですかねみたいな話をして、えー、こういう人がいいんじゃないかといってそういう人にお願いをしてまた受けてくれる受け断られたり受けていただいたりするということを繰り返していって、えー、この新役員の形が大体固まったのが10月の8日ぐらいです。はいはい、決まっ決まっててしたももちろんあの新役員についても えー、引き受けていただけるということで、内閣をいただいているところでございまいや、だから、候補決まったとで、その候補を理事会で出されたと、そういうことですね、出されて、まあ、いろいろ意見があったと、意見があったけれども、継続審議になったと、その理由が、その理事を選ぶのと、そのこの保育の安定的な継続 継継続に向けた引き継ぎは不十分であるという意見これ具体的にはその理事を選ぶのとこのえ保育の事業の安定的な意見というのはどういう関連性があったんですかリン,すどリンクしてんのうんそうそうそう,どう関連性がこれ私はあまりリンクしない問題だと思うんですけどもなぜならば先ほども言いましたようにこの お新しい選役員さんを選任する、これが大きな目的やったわけですね。だからそこで、その子どもたちの,その安定的な保育っていうのが、私はまた関連性っていうのは、そこに整合性があるかやったらないような気がするんです。まずやらんならんことは何か言ったら、新しい理事を選任をせんならんわけでしょ。で、現理事長が山本先生でしょ。なぜそこまで 踏み込めななかかったのかなんですよでこれ、最終的に継続試になっちゃった。じゃあ、私、からはもう一つ言わせれば、じゃあ、理事会の手、本当に成してるのかなと。絶対決めるべきことはこれでしょ。これが生命線なんですよ、NPO 法人にとって。それから保育に、保育の,その現場の先生方にとっても、これからここが生命線なんです。 ここをきちっとやらなければ、それこそね、15日にこれきちっとやらなければ、それこそほんまに安定した保育ができないわけなんですよ。そこ、そこを皆さん、見余ってたんちゃうかな。で、理事長の山本先生もそこ見余ってんじゃないかな私はそう思ってるんですけども、その点つっていかかがですか山本委員。 まあ、15日の理事会で新役員を選任をすることの重大さについては、まあ、見や,見や,見や,見やっているのではないかというご指摘もあるかと思いますけれども、私自身はもう十分にあの理解をし、まあ、その日に挑んだつもりではございます都民。まあこれ以上やっても仕方ないんですけれども。 あのまあ、全体に聞いてるとやっぱり事の重大性がやっぱり分かっておられないほんまに分かっておられない私も法人の理事やってますけど高等学校付属中学校付属小学校ずっと何もやってますけど考えられないましてや学校法人の場合は 京都府の文教課なんですねでこれは文科省とつながってるわけですね。全部報告をするで。きちっとしたところまで全部やる。で、監査はきちっとやる。そうでないと大変なことが起きます。額も大きいですから。で、特に行政から指導を受けている場合ですね、緊急で理事会やる。そして、これは速やかにですね、速やかに、 きちっと報告するのか、これ当たり前の話なんです。NPO 法人も同じなんです。だから私はやっぱりこれでその今回継続審議ななってっていう形で、まあこうやってあの山山本先生がこういうふうに出されたということはわかりますけれども、出したのが昨日、昨日それから。 継続審議になっちゃったということについてはね、残念どころか呆れがあります。ここをきちっと正さなきゃ、ここのその将来的にですね、ここの小規模事業できないですよ。なぜか言いますと、もう社会に説法ですが、小規模事業今までも無認可やったんですよね。それをね、皆さんの努力で我々議会もやってきたでしょ。認可してほしい。 待機児童ゼロにしようで今度、この小規模保育の方々はです、ね、将来、子どもたちが、えー、3歳になったとき、ね、受け入れ先の保育園なり幼稚園なり、これ全部見つけないかわけですね、受け入れ先もね、そこまでやらざいい、そこまでの条件がついてるわけですね、じゃあ認可しましょうと、これずっと議論してきたでしょで、今までの無認可じゃなしに認可ですから、 一人のエンジンにつきどれぐらいの補助金が出てるか、これね、普通の NPO 法人と違って、先ほども言った公的資金を突っ込んでる NPO 法人なんですね、ここね。それで、それでですよ、過去の問題もあったとしても、今、現実に行政指導を受けながら、これ、法人としてやっててですね、そして何回も言います、僕はこ,のこれがリミットだと思ってた,思ってたわけですね。 これを継続審議ということで、前日にこういう形で出してこられるというのは、私はやっぱり手をなしてない。私はそのように思います。あの、歯会議員じゃなくして、理事長さんとしてね、私は申し上げたい。だから理事長さんとして、これ責任を持ってですね、きちっとね、ここは、今新しくこの選任された理事なんかにもね、はっきり言ってきちっとね、理解をしてもらうように。 ことの重大性を理解してもらうように、きちっとやっぱりやってもらう、困るし、ましてや今までやっていただいているもんだと思ってたけども、これ非常に僕は、これは残念でたまらない。はっきり言って、失格です。それで、今日の教育福祉会でも相当議論があったようです。これについて、同じような意見もあったと思います。だからこれはね、ものすごい大ごとな、大ごとなことなんです。 この辺の認識をきちっとやってもらいたい、それから先ほどからありましたように、この定価の変更で理事会の権能の強化、これは、これはですね、今まで総会、総会というのはおそらく、まあ、いろんな方が入って、ね、そういう役員が入っておられた、その中であの決算の承認とか、まあ、過半数以上でやってられたけれども、これ、理事会で、 権能の強化をしてしまったら、すべて理事で決まるわけですよね。報酬からすべて。果たしてそれでいいのかっていうことですね。うん、例えば、えー、社会福祉法人の場合、特に保育園の場合ですね、あの子ども園も通じてね、子ども園もそうなんですけども、今度、評議委員会制度というのができました。評議委員会制度。だから、理事会のその逆にですね、権能の強化を、 防ぐために、評議委員会の新たに設けて、理事会が行き過ぎたら、評議員で理、理事を解任することができるようになった。そういう法律になったんですよ。なったんですよ。しかしながら、これ逆行してるんですね、これ。で、なぜ、ここまでね、なぜこういうことがね、わからないのか。なぜこういうことがわからないのか。新しい、 当然、これ、先生もね、ずっと議会の議員でおられたし、そして新しい法律もご存じあると思うし、そして私たちもまあ、そういう、その役についてる。だから、もう少し、今の園長さんもですね、園長さん、理事兼任されてると思うけど、これも知ってて当然のはずなんですよ。だってね、これは、あのー、養蜂支援室やらとね、おそらく話もしてるやろうと思うし、こういうことについては。 話やなししなにこういうい法律が変わりましたよとかだから小規模についてはこうこうこうですよただ社会不祥事についてはこうなってますよとかですねだからそういうところでもってそういうその法律とかそういうものでもってあらそういうことを認識した上でそして理事会にのぞ臨むというのが普通のあり方なんですね。 でも、こうして定款の先ほど変更までが10月13日までかかりました。で、出てきたのが、理事会の権能の強化。ということです。私はこれは非常にやっぱりおかしいと、うん。私はこれはね、現場のね、現場で一生懸命働いておられるね、保育士の先生方からしたら、これ、理事会で私たちどうなるんやろう。 こうなっちゃうんですよ。何もかも全て理事会で決めるっていうのは、これ大間違いの話で。だから、社会福祉法人がね、どうしてるのか。他の、あの、他の、例えば、他の、その、小規模事業保育はどうしてるのかっていうのも、もう少し見ていただいてね、そこから始めるべきじゃないのかなと。私はそのように思います。ですから、 もう今さら言うたら遅いかもしれないけれども、そういうことも全部改改、悔い改めていただいて、上で、この保育園ですね、今後どうしていくのかっていうのはというのを、やっぱり NP 法人を所管する、その時事推進室の問題ではなしに、先生方がどういう輪にするのか、どれが一番違法なのかというのを、本当に真剣に考えてもらいたい。 私その,そのように思いますが、いかがでしょう、先生山本委員、はい、あの貴重なご意見、本当にありがとうございます、また厳しいご意見、あのま、おっしゃるとおりかと思います、ま他の園のあり方とかもあのしっかりとあの見てということもあると思いますし、まあ、あの理事会の権限の強化ということについては、あの しっかりとその理事が相互けん制機能を果たしながら、あの機動的な園の運営、NPO の運営ができるようにというふうに思って、定款の変更をさせていただいたあものであり、あのな何か特別なあの意図があるものではございません、あのいただいたご意見、しっかりと受け止めてあの、これからもしっかりと何よりも子どもたちや保護者さんや職員さんのためにあの頑張ってまいりたいと思います。はい、もう最後にします 勘違いされてるのはね、理事会の権能強化の意味,意味は、私が先ほど言ったとおりです、ここにも書いてあるとおりで、要するに役,人のせ役員の選任とか解任から報酬からですね、す、ま、べ、あ、て決められるわけですが、でこれは間違っている、ただ、今、先生がおっしゃるその強化っていうのはですね、今までその総合けん制機能が働いてなかった。 だからそこを強化していこうということだと思うんですよね。それで、この理事会の権能の強化という意味で、おそらくあの定管、ね、款ね変更という形でされたと思うんですが、そこを絶対間違っちゃいかない、だから、その総合、けん機能、ここが働いてなかったら、この部分についてのね、これに対し,対して強化をしていこうと。 いうことであればわかります。そういうことで、あのー、この理事会の権能強化、この定観についても、ですねこれはもう一度、私は洗い、洗もう一度、あのー、見直しといいますかね、あのー、いろんな課題、これから将来起こ,る起こるであろう課題も全部洗い出して、私は見直しされた方がいいと。私はこのように思います。終わります。 他にございませんか。ああ委員。が出てきあ菅谷さ,さんが指摘をし、で富ミさんが指摘をしまとめた点ね、大事だと思うんですよ、理事会の権能の強化っていうのを、ね、あの NPO 法人は勘違いしてるんではないかと。 あの不祥事を起こした原因をえぐっていって、そこに理事会の総合互ん制機能がなくて、理事長の突っ走りを誰も止めれなかった、だから強化するっていうのはわかるんだけども、すべてを理事会に集中するっていうことが、果たしていいことなのか、と。正しいことなのか、でそれは NPO 法人が決めて申請されたんだから、それを尊重するっていうようなことでいいのかと。 京都市ととししてねあと1週間しかないだけども、あの先ほど法律の問題もあったし、ね、あの本来のこれからのあるべき姿と、本当に教訓を見いだすんであれば、そういうふうにあの法人が最終報告で出したとしても、それを、ね、認めないという権限あるわけでしょ、もう一回差し戻して、ね、検討しなさいということも含めてね。 NPO の実践ということで、ね、全部、ね、NPO に責任をか、ね、ぶせなあかん京都市は管理責任を持っているんだから問題点の本質をえぐって本当により良いにするためには京都市も汗かかなかんそのことをちゃんとやってもらうように求めておきます以上でほか、はいえー、にございませんか。 えっとそれでは質疑の途中ですが午後3時45分まで休憩いたします。